私、ちょっと人権担当理事の南と申します。ちょっと鮎町の自治会長さんから、ちょっとまあその工事関係のことは別として、その流れの中で、ちょっとその差別的な発言があったという申し出を受けてますので、ちょっと同席していただいて、その部分について、ちょっと工事のことは分かりませんので、その部分についてはちょっと同席させていただくということで、会長の方から、お話しいただいてますので、ちょっと同席させていただきます。はい、お願いします。はい、失礼します。すみません、人権の部分で会長から申し出がありましたのは、まあ、工事関係のことでいろいろこうお話をしとる中で、鮎町さんっていう特定の地域を名指しで、もうそちらの工事はこれからしませんということを業者さんがお申し出になったと。で、まあ、ご存知のように旧の特材法の方で定められている地域でございますので、そのことについて、まあ、会長さん自身、まあ、地域的な差別を受けたということでうちに申し出がございましたもので、こういうことにもなっとるんですけども、坂倉さんですよね、はいはい、それは間違いはないですか。まあ、鮎町の工事はっていうかせいで、もう公共工事より鮎町さんの工事は、まあ、今後はもうちょっと私とこは要請ねえわって言われた発言というのはされてます。まあ、ちょっとその C とかなまた聞きますけど、言葉としては言われました。それでもう会長とこのその鮎町っていう地域の工事はもうちょっとうちは今後ちょっとできないんですわみたいなことは言われました。言葉としてシーンはまた後で聞きますんで、はい、言葉としてですね、はい、その言葉尻の話はですね、はい、はっきり覚えてはおりませんけども、はい、まあ、ちょっと入札の参加がですね、はい、難しいという話はですね、はい、確かにさせていただきます。その入札が難しいというのは、はい、全体的なその通の例えばどっちごて、その会長とこの鮎町さんっていう地域の入札については難しいっていうことですか。それか全津市全体のことを言うて工事の入札がというよりは、鮎町さんの地域である工事についてはもうちょっとこれから入札するのは参加するのは難しいですよっていうようなニュアンスで喋られてます。現実はそうかもしれません。そういうことですよね。それで、ちょっとざくばらに言わせていただくと、はい、それで、鮎町さんとか、まあ、いろいろ地域で工事があると思うんですけども、これから、まあ、鮎町さんの地域内で出る工事について、うちはちょっと入札を、まあ、辞退させていただきたいんですわということをお伝えに行かれたということですよね、先生。そうですね。そういうことですよね。で、まあ、一概的には、まあ、その言われた方の真意とで受け取る側があるんですけども、やっぱり人権の立場から言うと、まあ、言われた方っていうのはやっぱり地域特定をして言うとやっぱりこれ差別事象になってきますね。坂倉さん自身は例えばいろんな理由はあるにしても、受け取る方としてはその地域で鮎町さんの工事にはもう一切これから関わりたくないっていうようなやっぱりニュアンスで取られますんで、そうするとやっぱりそういう旧態ずっと昔から流れとるその差別的な行為を受け取る地域っていうやっぱり流れもございますので、やっぱり住民の方にもまだ未だにやっぱりそういう思いを受けて見える方がたくさん見えるもんで、それやっぱりちょっと地域を特定してこう言っていただくというのはもうちょっと人権的にはちょっと正直言ってちょっとまずいかなっていう気がします。それで工事がね、こんな内容の工事はもううちはしませんとか、それで例えば鮎町さんで出る工事はこんな工事やもんで、例えば缶を入れる工事やもんで、その缶入れる工事はうちはもうあれやもんで、それで今度の入札はできませんわって言うんであれば、まだそのたまたま工事の内容的に要入札はせんけども、それがたまたま今回鮎町さんやったもんで入札できませんっていうのと、そのどんな工事にしても鮎町さんで、で同じような工事が他で例えば新町やらそんなの出たらそれはできますっていうんやろと、もう完全に地域的なことになってしまうもんで、はい、
一言あの、はいはい、あの基本的には言い訳する以前にですね、はい、あのこちらの言葉的にですね、はい、あのいろいろ失礼があったことはもう当然の話でですねお話はさせていただくんですけども、もしその言葉の流れの中でですね、はい、お話しさせていただけるんであれば、はい、まあその今までの工事の中でですね、はい、まあ浮世絵工事もさせていただき修繕等もですね、はい、させていただいておったんですけども、はい、工事的にはですね、はい、あの浮世絵工事はですね、ちょっとという話は確かにさせていただいたんですけども、はい、会長がですねの地域のですねいろいろなことですね、はい、まあ修繕なりですね何か等はですねできればお手伝いはさせていただきたいというお話はさせてはいただいたんですけども、ちょっと話がちょっと深くなるんで、はい、あれなんですけども、ただあれですよね、その修繕とかの全部をもう綾城さんの中には一切入りませんって、まあ、言われた意味ではないというのはさっき の, あのお話で分かりましたけども、はいはい、言うたらその工事 の, なそのまあ大きな工事小さな工事僕らちょっと分からんもんであれですけど、まあ、言うたら大きな工事と小さな工事とかあって、まあ、小さな工事やったらまあ行きますけど、大きな工事の綾城さんである大きな工事は行きませんよというような感じの話の流れ的には行きませんか、まあ、行けませんっていう行けませんっていうかもうっていう言い方ってことですよね。はい、そうですね、はい、まあ、行けません行きませんよりさ、はい、もうできませんっていう話だったんですよ、はい、これお前ら聞き取りせえへんな、はい、でそれ確認した上の京都違うの、はい、違うの、申し訳ありません、確認させていただいて、確認しとんねんよ、はいはい、それまあ黙っとらんとさ、はい、その今さ、はい、それがそのどういうたかこういうたも言葉尻とか言い出したら、はい、その時の話は消えてくれ、はいはい、言葉やで、せいでお前ら確認し、はい、聞き取りしたいんやろ、はい、一応 やろ、それも分かった上でのこの場です、はい、場と違うの、はい、そうですね、もう大変申し訳ないですけども、よろしいでしょうか、こういう場をですねまず設けていただいたことにですね感謝とですね自分の言葉の発言がですね失礼に当たったことに対してですねお詫びをまず一番最初にですねさせていただきいただかなきゃ話だと思うんですよ。ですんで、いやいや、もうもうその謝ってもうてどうこうって話じゃない、まずですね、もうちょっともうそうやったらもう出るわ、もう出る、そういうふうな話じゃない、ちょっと坂口さん、会長申し訳ございません、そうやって思って気持ちはあれですので、まあで正直言うて、この人権のことっていうのは、お互いやっぱり、はい、言われた綾町さんが、はい、まあ、自治会長さんですね、綾町代表ということでの、お話と、はい、で、まあ、言われた坂田さんのお話っていうのがあるもんで、正直言うて、まあ、人権ってちょっと奥が深いもんで、そうですね、この今日これでどうこうっていう結論っていうのは出せないんですよ、はいはい、ただ今日は一応そういう申し出があったということを党の、はい、坂倉さんに綾町理事会さんから人権の方に人権 の, もん、差別的発言がありましたというご報告を受けたもんで、はいはい、そういう発言がご報告を受け取るということと、はいはい、いうことをまあ、お伝えするというのが1点と、はい、もう1点は先ほども言ったけど真意とかどういうつもりで言ったかというのはこれからちょっといろいろ先頭分からんもん で, そうです、ね、はい、とりあえずそういう事象があったのかと、そういうつもりで言うたんではないということは置いといて、そういう事象がその会長さんから申し出があったようなそういうやり取りがあったのかっていうのをちょっと確認っていうのが今日のもうあれですので、とりあえず今日はまあ人権の部分はそういうことで今社長さんに聞いて、まあ真意とかっていうのはこれからになると思うけど、とりあえずそういうやり取りはあったっていうことでは あったっていうことで、それはもう間違いないですね、先生、そういうやり取りがあって、まあ今の段階では私どもが聞いとるのはせいでそういう発言があって、綾町理事会さんとしては地域的な差別を受けたって感じ取られとるっていうのはこれはもう会長さんから直接聞いてますんで、この事実っていうのはもうあるということで、で、あとそれがどうこうやとかどんなことになっていくんやっていうのはもうちょっとこれからちょっとまた時間もちょっとかけやんと、なかなか形のあるものと違うもんで、そこら辺はちょっとまた
継続して、うちもちょっとあの人権課の、あの課長もおりますんで、そこら辺も踏まえてちょっとさせていただきますんで。まあ、理事があったのに、まあ、その辺はね、そうですね、まあ、聞き取りも含めて、まあ、そういうね、今後、まあ、細かい話については、まあ、今後、そうですね、で今日の時点では、もう、あの一応、この時点で、あのちょっと水量さんも同席していただいて、あのどういうつもりとか、そういう真意とか別として、そういう事象はあったっていうのは、もうこれ、確認ができましたもん、それだけちょっとよろしく、はい、社長、ですね、はい、そういう事象があったという確認は、もう全くのそういう、私はそんな、あの大手、そんなあの会話をした覚えもないとか、そんなのなくて、そういう事実はあったということで、もうご確認していただいたということで、はいはい、あの水道さんも同席の上でご確認していただいて、それは以前にそれはもう、はい、ちょっとよろしいでしょうか、会長、申し訳ございませんでした、社長、すみませんでした、その件につきましてですね、さくら水道の方、社長の方とですね、以前からちょっとお話をさせていただいておりまして、本日、この場の中では、とりあえず、とりあえず申し訳ございません、お断りをまずさせていただきたいと、それがさくらの一つのシーンでございます、うん、これについてはもう本当にさくら水道の方も人権的な言葉になるというようなお話も私らも伝えさせていただいた中でですね、まあ、会長も工事の方の関係ですね、特に今その関係もある中でこのような発言をされている中でその工事がうまく回るのかどうなんかと、そういうふうなシーンの方ですね、会長の方も不安に思っているというふうな話の中でですね、この件については佐倉の方にも十分お話をさせていただいた中で、本日この人権的なお話の件についても本当に佐倉の方も姿勢としてはもう本当にお断りをするさせていただきたいと、もう本当にその一つでございます。あともう一点、これは本当に会長の方に申し訳ございません、会長の方も8月25日にですね、地区の工事の方がですねより進みやすくということでですね、いろんな住民の方の意見もございます。その中でですね、工事が進みやすい、まあ、これ佐倉の工事今受けておるわけなんですけども、その工事をですねいかにも問題がないような形で進めさせていただくという中でですね、会長自らですね代表と会長という形の中で回覧の方をですね回していただいたりとか、そういうようなご尽力をしていただいているというふうなお話も佐倉さんの方にもお話をさせていただいた中でですね、今後の工事というのをどうするのかと、今これに会長の方にですね、まあ、こういうふうな形の中でですね人間的なお話の中を中心とした中でですね、ちょっと不安感を抱かさせてしまっていると、そういうふうな中のですね解決するような方法を一応社長なりにも考えてきてくださいという場の中で、今回このような形でもお邪魔させていただいておりますので、まあ、そのお話があるということであればですね、聞いていただけるということであれば、まあ、桜の方もどうかと思うんですけれども、ちょっとまず今日の僕もちょっとあれなんですけど、うん、1点目としては人権的なお話についてはこのようにお話お断りをさせていただくということで、もう桜の方も十分にお聞きしております。であと工事の今後の一番大事なこの工事のですね進捗の関係ですね、進めさせていただくことにあたりましてのですね、どうさせていただくかということのこともですね、まあ、桜の話というかそういうこともございましてですね、本当に会長の方は十分にそういうふうに協力をいただいておるというふうな形は桜の方にも私どもの方からお話はしておりますので、その辺をですね組んだ中でですね会長の方のですねご判断の方ですね、またよろしくお願いいたします。申し訳ございません。けどな、はい、今の人権のことでもさ、はい、もう自分らそれはそんなことされたことがないでわからないけど、 うちら子供の時はさ、もう高須とか幼鳥やったらもうそこの前にもう遊んだらあかんって言われた、男の子にも。俺子供の時は自分のところの家言わんだ、遊んだらあかんって言われるで。まだ未だにすごいに女の子住所書いとんに結婚するのにあかんって言われるでって。せいでまあめっちゃ過敏ったら過敏か分からんけど敏感やな、みんな多分そこはなったもんしかちょっと分からんと思うで、せいでそんな法律とかねえの、せいでやっぱりそんなところの地区でさ、あんたとこはこんとかあんたとこだけとかっていう話したら、それはもう個別した話になると、もうこれも言うた言わんのなことはもうはっきりしとんねんでええけども、それはもう言われた側はな、もうそこら辺はその工事とか今までのいきさつとか
そこじゃないんですよね、うちが今感じとるのは。なんでなんて、ほんで、まあ、どういうふうな話でこうなったんかはちょっとよう分からんけども、まだうちはな、せやけど、まあ、風の噂でとかさ、な、っちゅう話やったけど、噂っちゅうのはさ、風に飛んで言葉こうへんのさ、誰かから聞いとんのさ、な、で、それをさ、そんな噂話でさ、噂話で、もうやめるわとかさ、はい、そんな話はやっぱりどこうちと仕事も乗れやんちゃうかなと思った、うん、でそれがさ、誰々がこんなこと言っとんでお前とこ UFO 来いよぞとかさ、 UFO 来いはしませんってさ、なんかあるんだろうな、うんうん、はっきり分かるけど、もしもし、はい、うん、あんた、どこのやつやったら、ああすぐ言うわ、あ了解、はい、なあ、それはちょっとな、納得しにくいのと、ほんで今謝ってもらおうとかそんなつもりは、謝ってもうてさ、はい、とかもう肩がぶつかったでさ、ごめんとか言ってすれ違いにもごめんなって言ってもうすまそうかとかさ、そんな程度でもちょっとないかなとは思っとるけどさ、こんなこと言われとるけど、まあ別に悪いことしれへんで、聞いてますかとかさ、行こうかとか言うなら、それは協力はありやけどさ、もうなんか風の噂でやめましょうかなんてことはさ、ちょっとよく分かりにくいんちゃうかな、うちと違うでも。おっしゃられるとおりでございます。その分については、サークラの方にも、まあ、そういうお話もさせていただいた中でですね、本日もこういうふうに、席の方ですね、いただけるということでお伝えしておりますので、な、それとまあその答えは今からどうなるかは知らんけどさ、この工事の始まりがさ、大井町もまあなんかうまいこといかんでんか、なんでか知らんけど、反対するもんが容器おったでかどうか知らんけどさ、もう大井町からは苦情が出とるよ、住民から。大井町の自治会長の嫁さん、おばやんが、吉田のおばやんが言うてきたうちに、なんで大井町は工事してくれやんのつって、水道工事なんでせんのつって言うだったらいやんかって断ったもんおんねんろって言ったら、役員の中でいやあかんって言うたもんがおるでできへんだやないかって、うちはしようとも取ってないって言うだったらちょっとだったら、もう信じてでええんちゃうかって、もう住民から苦情出とるらしいぞ、水道なんでうちはしてもらえやんのって、まあうちの知ったことちゃうけどな、管理は向こうがしとんねん、どうなんかその地区の管理はどうするのかしらけど、今もう住民は吹いとるらしいぞ、これ吹いてくるやろうけどな、なんでしてもらえやんのって、これから先10年はないぞってお前に言うだったら、あったらおかしいぞって、はい、何やろ、通常の順番で言ったらそれは知らんに、いろんな骨をつこたり何やかんやってしたらどうか知らんけど、通常で言ったらあんな通全部してくんやで、何やろもういらんって言うてんで、ないはずやな、はい、そういう話やったやろ、10年ぐらいも先ないにって言うたけど、それでもええって言って断ったんちゃうの向こう、そうやったやろ、まあ豆腐の待って話で待ってな、したな、うん、せやけどもう住民は吹いてるらしいわ、そりゃそうさ、住民の同意を取ってないもん、せやろ、この工事の始まりがそんな邪魔するやつがおった中でさ、それでもまあ渋々でもやな、半分にしていこうかって、残りのやつほんならさ、また工期に回そうかとかさ、なあ公共工事のやでさ、してかなあかんでしていこうかって言うとるとこでさ、噂話でやな、やっぱりもうあんたとこできやんわったらさ、もううちはどっかに邪魔されとるんかさ、なんかしかないなと思っとんで、まあどこまででも行ってもいいかなと思っとる、はっきり公共工事もの公共工事の妨害やでやな、で社長がさ、はい、風の噂っていう名前の人からやったら知らんけど、誰から聞きましたっちゅう言うたら、はっきり言うてくれたら、その人は公共工事の妨害っちゃうかなと思っとんだけどさ、違うの、妨害やろ、契約してしとるとこ、例えばそれがなんかあかんとかさ、違法とかなんとかっちゅうならまた別やけどさ、まあ、そうちゃうかなとは思っとんねんけどな、そこに行かんかな、それで誰が言うたんかはっきり出してもいいんちゃうかなとは思っとんねんけどさ、それは妨害ってやつやで、もっと公で言ったったらいいんちゃうかなと思う、何もなかったで社長、去年も去年2年目やんか、去年も何もなしで済んでったはずやんか、ちゃうの、そうやな、せやで、うちも別に邪魔したわけやないしさ、できる協力はしたつもりやしさ、はい、せやで、まあ、社長がその噂話の方に重きを置いたんならさ、
もうそれはもう仕方がないやろうとは思うけどさ、去年も確かにあの会場 の, あのご協力いただいた中で、次回の方のご協力いただいた中で問題なくですね、工事の方も問題なかったと思うんだけどな、はい、もうこれは本当にあの私どもの方もですね、それで同じ方法でしてたら問題ないはずやったら思ってんけどさ、はい、そうですね、同じこと僕もそのように、そうやな、一番印刷が落札決定をしてもらった時に会長のところにご工事もさせてもらってですね、多分させてもらったと思うんですよ。なんでこうなってたかちょっとわからんけど。そうですね。お互いにね、うまくね、あの生かしていただいた方がね、一番ベスト、ベタベストですので、あのまああの自分もね、あのいろいろもね、あのデータをまとめていただく中で、まあ進めていく方法がですね、一番私なんかでもベストと思ってますので、はい。よくわからんけどさ。うん、本当にあの次回としても。今回の工事の方で進めていただきたいというご要望をいただいた中で、あのようなあの25日に出していただいた文面の方も出していただいていると思いますし、うちの方としてもですね、やはりあのそのことに応えるような形の中でですね、工事の方を進めさせていただきたいという気持ちの中があったんですけども、今回ちょっとこのようなですね、あの問題発言、またあと、まあ、いろんなそういうような噂話とかですね、そういうような中でですね、こういうような形になってですね、本当に確認をどうやって謝ってもらうとか、そんなことも何も希望も持たへんし、何も持たへん。あの、ちゃちゃ、聞いとる、うちは別に何にも持たへんねん。あの、まあ、言われたことは言われたら、まあ、しゃあないなと思うとでさ、もう消えてかんねえでさ、違う？まあ、そうですね。言葉はさ、はい、そうです、あの、なあ、証拠にもないし、何もないで、みんな大人やでさ、責任持って発言せなきゃあねえでさ、はい、せいでうちはどうこう社長と詰めようとかさ、電話もしたことないやんか、せいで、うん、あのもうだあの小学生幼稚園であればですね、あれなんですけども、大の大人ですんで、まああの言葉のかけ違いがあったにしろですね、あのお詫びするしかですね、あの自分として方法がないんでですね、本当にあのまずとりあえずですね、あの会長の意思とは違うかもしれませんけども、あの自分が発言したことがですね、そのようなつもりはなかったにしろですね、あのそのように受け取られたらですね、当然そのように話したということに当然なってしかるべきだと思いますので、あの会長はあの謝ってもらうために言うと違うと言いますけども、あのとりあえずですね、あの僕とすればですね、あの お詫びはとりあえずさせていただかんとですね、あの今こうやって話させてもらっとるにもですね、あの自分が悪かったら謝るっていうのは基本的な話だと思いますんで、それも言うとるの分かるけど、はい、今言うたように肩がぶつかったんでさ、はい、あのいやいやごめんなって、すれ違いやな、はい、ごめんなって、はい、そんなこと、ね、ことではないのは、これなしなんでしょ、うち的には2点を求めれば、はい、例えばさ、はい、もうあんたとこな、社長はあ、与えちょうと言わんだとか、なんか初めなんか聞き取りかなんかの時に言うとったらしいけども、はい、せやけどもここへということでも、あ、与えちょうってことでも、はい、もうど、はい、同じ意味なんやわ、はい、同じ意味やと思う、それは、はい、あの社長のとこがな、もう通常公共工事取りませんちゅう意味でしたちゅうなら、うちはもうこれ流すよ、もうこれから公共工事取りませんちゅうなら、そうじゃないやろ、そうですね、ないつもりやろ、はいはい、ほんなら特定しとるで、そこは南どもの分野ともとる、はい、あんたとこって言うたもん、はい、それともう一つ、はい、公共工事でそれはこう社長とか自分で強制的に入れ入れよっていうことで、みんな入札っていうのは自公の意思で入っていくわけやんか、そうですね、なん、はい、せやで、あのそれは誰でも入れるんし、やめてもいいんやけども、それはさ、はい、もう来年から社長はあの時の話でさ、はい、もう来年からは来年から次の工事からな、この今のもう契約してる工事と違って、はいはい、この後の工事からもう入札できませんっていうか、することができませんっていうたか、はい、いうかどっちとかわからんけど、そういうようなことを言うたな、はい、そうですね、言うたな、っていうことは公共工事をしませんなんてさ、その言うたら、これは例えば童話地区と違ってもやに、
例えば新町の地区でその話があったとしてもさ、社長、新町の自治会は、はい、なんでうち来てくれやんのとかさ、これまた別の問題が出るわ。これは人権とか違うて、なんでうちだけ来へんのって、もうそこそこで、あのな、あのこういううちらの地域はどう、昔の童話地区やでさ、あの花瓶屋でさ、差別で取るかわからんけど、町場の人はそれを区別で取るかどうかはわからんけどもさ、なんでうちには来へんのっていう、もう素朴な疑問が出るはずやわ。童話地区と地区だとしても、それでこのもうここへはここの入札は今度からもう来ませんとか、なんか来れませんっていうのはなんかどっちかちょっとこ、まあ今いやけども、まあその趣旨、その意味は同じだと思うけど、言うたことに対したらさ、はいはい、その2点うちは問題点をおもとのさ、なんで来んのかな、童話地区と地区でも違うところの人でもなんであんたとこ昆虫宣言されたんかなっていうのがさ、これ社長さ、はい、大井町の件がなんか邪魔されて半分できやんだって言ってな、まあなったわな、なった時になら予算も組んだんで残りのやつほんならもう進めてこうかって、ほんなら後半でしな出してって言ってみんなで話し合いしたんやんか、はい、で公共工事でもう予算組んだんでその分進むようにして、はい、話し合いが成立してスタートしたはずなんさ、はい、そうですね、な僕もその時にはですね、あのそれであの江戸ご協力できるだろうとは思っておりました、うん、そのそれで来とんねんでさ、で、まあ、来年の話はこれはしてへんしさ、そうですね、せいで社長のとこは次の時まで行っといてやな、ほんでその次からは例えばどんな嘘でもええけどやな、もうあのこれまあずっと行こうかなと思っとったけども、ずっと行こうかって話は社長としたつもりやでさ、せいで行くんかなと思っとったけど、約束してへんでさ、入れる入札来るコンはその会社の自由やで、強制的にうちが言うわけやないで、来年からなもう入札できやんわって言うんはこれは受け入れたと思う。せやけどこれはニコイチでさ、今年度の予算をどう使うのっちゅうて3社で話し、地元とさ水道と業者との中で話し合いが成立しとったんかなってうちは思ったです。違う成立しとったやろ。一回あのちょっとお話の中で申し訳ございません、あのお話をして、桜さんと社長の、まあ、会長のこの中の話の中では、まあ、そういうふうなですね、お話っていうのがあったっていうのは私も聞いております、はい、であとうちの方につきではですね、まあ、そのようなお話もあった中で今回工場で発注するという立場の中ですので、まあ、そういうようなことでですね、ご理解をお願いします。先生、お前とかその、はい、な行政でさ次の約束とかそんなんは入ってへんのさ、せやけど社長とな次も行こうかって、ほんでそれでもうこの予算をななんとか公共工事早く進めてくれよって、もう早承認って古いんやで古いんやで直すんやで早承認っていう話をしたんやと、まあその話があったってことの認識は水道もあったはずやでさ、ありますおっしゃったあのね、もう今回はこうやらせていただいて、のね、どこのやつをっていう形で、もう会長と話した地元の中で、ね、それはもう、私はもう、まあ、今の社長の発言でもさ、うん、その時は、そのな、はい、するつもりでしたというとんで、はいはいはい、まあ、今現在も次はしませんっていうとこないんやろうとは思っておるけどさ、こういうですね、すごく歯切れが悪いじゃないですか、僕の発言がですね。あんな社長、はい、無理やり社長に喋ってもらうと思ったんで、はい、別に喋らんでもええよ、はいはい、いえ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 、今何も喋ってるのも言うてんで、はいはい、別に喋る、はいはい、歯切れが悪いってさ、はい、別に社長の自由で、それは喋らんでもええんちゃうかな、言いにくいことは。もしあれでしたら、はい、また必要だったらすぐ入りますんで、ちょっと、まあ、言うたらちょっと人権だけやもんで、一旦僕退席もしした方がいいやったらしますわ。でも会長またもし何か僕出たらすぐまた入りますんで、とりあえずちょっとじゃあ退席させていただきます。はい、会長また何かうちの方の関係ありましたらすぐ呼んでください。さくらさんとしてですね、はい、会長の方にお伝えしたいお話っていうのは、はい、今日の中で何かございますか、はい、そういうようなお話があって、私らが、まあ、
同席しとるのがいいのか、ちょっとまあ会長としてですね、桜さんと会長としてのお話があるのであれば、私らも席外させていただいた方がいいのかなとは思うんですけれども、その辺というのは一度あの会長の方がよろしければ、あの一度この2人でですねお話をさせていただくってことが可能であれば。会長よろしいでしょうか。それはまあうちはどうしてね、さ、何でもいいけどさ、もう社長もさ、はい、自分の中で歯切れ悪いけど、その社長は言うたら社長が歯切れ悪いんで、うちもめっちゃ歯切れ悪いけどさ、そうですね、そうですね、もう当然の話です。はい、それもご理解してさせてもらってます。まあ、工事をね、あの進めて、ね、いただけたら、まあ、どういう形でね、進めてもらうわけですが、あの私なんかとも、ね、今度とも、今度とも、今度とも、ね、今の形で進めていくのが一番、あの今うちは何も言えんけどさ、うん、聞けちゅうんは聞くけどさ、せやけど一応、はい、あのすぐ返事は持って帰るつもりでおるでさ、うん、どんな答えが出ても、はいはいはい、一度そうしたらお時間で取っていただけますか。一度あのすぐ呼んでいただいたら私らも入らせていただきますので、一旦ちょっと席の外させていただきます。すいません、申し訳ございません。お願いいたします。今までにさせていただいておくということがですね、よく踏まえた中でですね、私の場所大丈夫、すいません、聞いてください。お願いいたします。何も社長来た時にさ、うちへ、はい、何も言わへんだけどさ、はい、あれはせえけど、それは言葉悪いけどさ、はい、もうあんたとこ電気いたんって言ってんな、普通に、はい、普通にはそれはもう喧嘩売っとるよね、もう言葉は優しいけど、はい、あの本当にですね、会長にですね、あの多分この約2年間お付き合いさせてもらっておってですね、僕本当に会長にいろんなことがあったとしても、あのなるべくご迷惑をかけしないで、会長にのお言葉があってちょっとという話もありましたが、あの僕の態度だけ見ていただければ、基本的には会長の顔を潰さんように行動はさせてもらってきたつもりではおるんですよ。その中でですね、あの僕はいつも言葉の尻を全部濁して、だから基本的にはこんな言い方聞いたらおかしいですけども、僕が会長をどうのこうのっていうのはまるっきり何にもないんですわ、現実ですね。だけどももう会長が怒って行動を怒られると、ちょっと僕も問題、ちょっと役所さんも含まれてですね、あの会長をしないとも徹底的にやったのかっていう形になられると思うもんで、全て言葉は濁しておるんですけども、もう言わんでも大体うちが分かってる、うんうん、そうですね。それでね、うん、その中でですね、まあぶっちゃけた話、2人だけですね、よろしいですか、あの会長にお金の流れがあることをですね、すごく気にされとる方が見えるんですけど、まあ反対に言うと妬みやと思うんですけども、それで前回切り離しをしました、先ほど言われたように大井町と、もうそれであれば僕は会長の考えと一緒なんですけども、人のことまでは俺は関係せえへんけども、その代わり俺とこのことは言うなよって僕に教えてもらったと思うんですけども、それと同じ言葉でですね、それを話せば他のことについては人のやっとることやで、僕はそれが黙っとるのが筋やと思うんですよ。で、ですので
切り離させてもらったことによってですね、もうそういう発言は聞こえてこえへんのかなと思ってましたがですね、全然そういうことがなかったもんでですね、こういうことだから、その、仕事を減らして2本目に出すっていうこと自体ではですね、もうそういう話は人のことなんで、ね、多分会長もですね、他の理事会でこんなことはあかんやろと思っても、あえて多分口出されてないと思うんですよ、ね、ですんでそういうニュアンスでですね、こういう形にですね、至ったことがですね、本当に言葉も悪いし、まあ、はっきりものも言えなかったこと自体も悪いんですけども、こういう形に招いてしまった結果だと思うんですけども、ちょっと社長の言うとる意味がさ、はい、ちょっと分かりにくいけど、はいはいはい、そのお金ってさ、社長は下請け業者をさ、そうです、スコタルでな、下請けを入れようということで下請けを入れたよな。そうですね、うん、それでそれは普通常さ、どこ行っても地元のつこたつくりやんとかさ、チューンはありえることやで、うん、別にそれ別に法律に触れてるわけで全然ないんさ、うん、でそれと、じゃあその言うとるとこはそんなことないんかったらあるんさ。ですよね、あるな僕は直接ないんで、うん、いや、まあうちはあると分かっとんねんけども、うんうん、で、それと、まあどこが言うとんのかは知らんけども、うん、うちの近所のとこやったら、一切俺とこのことは口出さんと言うて、その代わりはエリソンの口出さへんって約束ができとんのさ、うん、僕もそれに聞いとくんですよ、うん、せやで、それを言うとんのやったら誰かがうちは明るしたいなとは思うとんねんけどもさ、うん、せやで、まあ会長がね、うん、そうやってご立腹になられるのはですね、ほんでな社長、はい、どんな理由とか誰が何言うとるかっていうのはまた別にして、はい、うちは社長に別に意地悪したことないし、はいはい、で僕もされたこともないし、こだって言ったこともないし、そうですね、きつい言葉も言ったことないし、今現在これになっとっても、うん、あの時黙って聞いたけども、ちょっともう腹の中でちょっと納得いかんでね、はいはい、だけどもまたもうええわ考えるですって返したけど、うん、それから電話でも入れてさ、社長のところにお前どこから何か言うとんのかとか、そんなこと言うたことも一回もないし、そうですね、そうです、何にもないな、そうですんで、僕も会長に対してですね、自分のできることできることとできないことがありますんで、できることに対してですね、誠心誠意させてもらっとったっていうのは会長もですんで、ただな、うん、会長とうちの中は全然悪ないんさ、何も問題はなかったと思う、はい、そう、入り口も僕もそうだと思う、入り口もなちょっと初めに会えたでな、ちょっと声かけてもうて、はい、な、なんかつないでもうたもんがおるはずやでさ、そこの顔も眺めながら来とったつもりでおるで、そうですね、嫌なこと言うたことないし、従業員に工事してるときにな、ガードマンの対応あるって言うとこなくじをくんぞってそれはちゃんと注意したったつもりだったり、はいはい、だから僕は何もそんなつもりもないんで、今年の入札があって取ったのが6月の中旬ぐらいだと思うんですよ。ですのでその後先ほどお話しさせてもらったように、できれば去年と同様の形で工事をさせていただいたら一番ベターかなと思いましてですね、お話には行かさせてもらって、そういうつもりはですね一切、うん、金って社長に直接もうてへんし、金を渡されてあらへんし、下請け業者いるよってでな、そうです、ね、入れたろって入れただけで、そこを何があかんのかなと思ってるだけでさ、うん、だけどやっぱしそのまあ、そちらの方は僕分かりませんけども、だから僕がね、自分が取られとるんならですね、話が違うと思うんですよ、うん、そう、ね、そうだ、だけど取られてないんやけども、だけどもまあ、その下請け業者っていうか、まあ、そういうことをですねが、どこがどうか僕も分からんのですよ、分からんのですけども、ですんで何社長、はいはい、うちもその足し算引き算ぐらいはできるでさ、去年でもさ、はい、今年でもさ、
まあ、社長はその下請けの仕事をやってくれとるけどもさ、はい、去年な、はい、去年1回だけやけどさ、はい、そうですね、せやけどそれでも社長のとこはさ、これごめんな、はい、市町村の懐の計算やけど、はいはい、それでも社長のとこは多分90何パーの仕事をそうですね、そうですね、そうですね、うちに言わしたらな社長、うん、悪いけど、はい、これは社長とも十分利益が上がってる仕事を取っとんのさ、うん、そういうそれで社長とかな、はい、めっちゃ損してさ、そうですね、な普通は85、6でやと思う、うん、それは90社長とか多分92、3持ってたと思う、もうちょっとまあ実際の残りとすること、まあ、そうやな、そうですね、うん、それで何あのいくらかの下請け業者やるわっつってさ、ね、下請けの仕事やるわっつことでさ出しちゃってくれたけども、うん、だからそれに対しては僕全然何にもないし、できればそういう形でですね、まあ極端な話、まあ、ぶっちゃけた話とすればお話がうまくすればですね、まあ、それはそれで何ももらう問題になることでもないし、で地域も良くなることですしとは思ってはおったんですけども、ただなこれ社長に恨みすれもないし、社長もうちにはないやろけど、はい、ただ社長がな、はい、あの計りにかけたであかんわ、あのうちと問題があってとか今言うたように社長がなうちに金をむしり取られたとか、うん、めっちゃ俺とこ損したのに仕事を受け取るとか、うん、全部条件は揃ってさ、うん、何も問題はなかったわけやんか、去年も仕事そうですね、だから何もなかったよ、今年も何もないはずなんやけども、せやけどもせやのに社長がその噂話なんか、誰から聞いたんか知らんけど、そっちの方に比重をかけてしもたでこうなった、まあ何て言うんですかね、比重をかける、まあ個体的にはですね、答え的には向こうの言う通りにしようと思ったわけやろ、で言う通りにしようとしとるわけでは、まあ極端な話ですね、まあお金だけを言うと、まあその方らがやられとるかやられてないか僕分かりませんけども、この流れがですね、お金が動いとるというのをどこか誰かで、僕は別に言うわけないんで、どっかで聞こえてきてですね、あのな、はい、誰が考えても、うん、落としとるパーセントと、うん、通常さ、うん、これが合法か違法なんかちょっと僕はちょっと個人のこと分からんけど、うん、そこで聞いても国の国交省に聞いても、うん、地元との対策っていうのはもう民間の会社がするんですわと、うん、例えば、まあ、国交省やったら国は入りませんと、うんうん、県やったら県は入りませんと、落とした業者が餅持っていくんか肉持っていくんか、うん、果物持っていくんか、もうそんなことはもうそっちでしたらいいんですわって、それは別に法律に触れるわけじゃないし、うん、全然構いませんと、そうですね、そうですね、せいで極論言うたらどの業者でも全部多分その誘導とかはしとんちゃうかな、ただ自分らのお手盛りで仕事を取ってしもとるで、そこら辺の認識がちょっとないんちゃうかな、よその業者を入れやんで喧嘩したりして入れやんだりするところが多いでさ、せいでそこら辺の認識はちょっとどうかわからんけどもさ、せいでうちはあるんは知っとんだけどもさ、せいけど、うん、完全に違法行為をしとることがいっぱいあるでさ、恵んでたら何度も言ったんだけどさ、うちは社長がな、はい、もうここまで来とんねんと、社長がそんなこと言うわけないけども、はい、現実にあげてうちに無視状態恐喝されましたとかさ言うたんならこれは罪なに、せやけどそんなことありえへんやんか、そうですね、せやで別に全然うちは平気なんさ、どこまで行っても、ただ社長が苦しいとこ行くとかわいそうやなと思うけど、せやけどもそれもない社長、そのうちにさ、そのこの間のは相談じゃないやんか、もう通告に来ただけやんか、本当にね、頭も悪ければ本当に話し方もですね、もっとさ、はい、案を考えてさ、はい、こういうふうにしてかんことにはまずいで、こうしてこうかとかさ、それが
別に できませんやろかとか、そうそうですね、そう、それとか、うん、あの手法は交渉かとかさ、もうちょっとあの相談員中ならな、まだ分からんでもないけど、はいはい、噂話があってもうできません、今度は取りませんなんて、そんな社長喧嘩売りに来ると思う、社長がどういうつもりか、はいはいはい、別にしてん、そうですね、そうですね、ですんで、もう本当に自分が至らん話でですね、ね、あの会長もですね、正直な話ですね、何も起こりたないじゃないですか基本ね、まあ、起こって何もあの血圧も上がってですね、何も楽しい話でもないんで、だからそれで当然ご立腹されたということはですね、僕の言い方も当然ですね、ですので、まあ、その分含まれてですね、最初にちょっとお詫びはさせていただきたかったんですけども、あのな、今日な、はい、本当は社長と会うつもりなかったもん、はい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 、もう会うつもりなかったんですよ、はいはいはい、せやけど役所がさ、うん、やっぱり公共工事ね、で、うん、やっぱり1回だけでも会うてくれやな、うん、あの意向を聞いてほしいと、その受ける受けんは別にして、うん、その場を与えたってほしいって水道が言うてきたんさ、で、別に会うてもさ、もう別にあの謝ると思いますと言うたことに対してはっつって、うん、本人も認めとんでっつったけど、うん、いやいや謝ってもうて、ほんでどう返事すんねんやつって、うん、ほんでもうええわ、ほんならまた好きなように知りて、ほんでうちだけなんか何もあのなんかねじ曲がったところに押されて、うちだけほんならねじ曲がっておったらええのっつってさ、はい、そんなつもりもないで、はいはい、会うたって仕方がないけどなと思ってるけど、はいはい、ただ社長さ、はい、悪いけどうちはさ、はい、本当に社長とあの喧嘩したわけじゃないし、社長にからむしり金をむしり取ってったとか、うん、そんなんでもないと思っとるし、そうないな、せやで、あのそんなつもりはないけど、ただあのせやでそうですかって折れて曲がってするつもりもないんさ、ちょっとごめんな、もしもし、3万やろ、もうそれあの月末のやつやでよ、家賃も言うとったやろ、家賃もこっちで払っといたんで、払っといたんでもうええで、せやでさ社長、はい、多分これ話はさ、はい、多分交わらんと思う、社長が向こう、あの向こうって、どこかしら、どこかしらけどな、はい、その、はいはいはい、それを気にしてさ、もうできやんちゅうんやったら、うちは別にあのうまくいくようにしとったつもりでおるでさ、はいはい、そのやり方があかんって言うんやったら、もうこれはできへんと思うんで、多分交わらんと思うのさ、はい、あの社長の思うようにしたらええんちゃうかなと思った、別にあのやめてくれとも言わへんし、してくれとも言わへん、別にうちはそれ要求何もしとらへんやんか、そうです、何もしとらへんやん、だからあの僕も要求されたとか、うん、ね、要求されたとか、そんなことは一言も僕言うてないとは思うんですよ、でじゃあ今のこの件についてもな、はいはい、社長の決定言われたで、そうですね、謝れとも言うてへんし、公正とも言うてへんし、仕事進めやんかとも言うてへんし、何も一言も言うてないとか、いやいや、はい、言うてないやんか、はい、せで、あの栄養にしたらいいんちゃうかなと思って、うん、もうそれはさ、噂話なんか誰がどう言うたんか、どんな付き合いが、あの時社長な付き合いがあるんですわって言うとったけど、どんなもう社長が付き合いあんねんと、そっち選択したらもうそれでええんちゃうのと思ってるだけで、そういうさ、いやそんな、じゃあそ、はい、なんでそうやんか、はい、まあ、言うとることはですね、うん、もっとね、僕はさ、もっと前にですね、まあ実際ですね、もうこれ6月で7月ぐらいからの話なんで、7月、8月、9月、3ヶ月ずっと自分の中でですね、あのどうしようかっていう話は、現実はずっと悩んでますわ。でそれをね、あのその中でですね、あの なかなか僕の思ったような動きでもなかったもんでですね、あのこういう結果で、別に僕は あちらを選んで会長をどうのこうのというつもりは全然ないんですけども、でそれがまあ実際それが真意じゃないんでですね、あのそのような形で会長に伝わってしまうとですね、結果的にそうなっていくやろこれ。
ですんで、それで社長もさ、はい、立場があるし、向こうも向こう誰か知らんけどさ、はい、それも言いたいことあるんだったら、うちはうちで絶対負けるつもりがないで、あの、うん、どこまで行ってもいいし、やるとこまでやめようってやってもいいし、全然構わんのさ、どっちでも、うん、もうそうやと思うんですよ、うん、あの以前もそうやって言われとったし、うん、ね、まあまあそれを大人げないある行動をするのかせないとか、まあちらが言うてくれば仕方ないけど、目向かって言うてくれば仕方ないけども、うん、外で言うとる分にはそれはあっちが勝手に外で言うとるだけの話で、目向かって言うてくれやね、それはもう売られた喧嘩は買うなしゃあないですもんね。まあそれはそうだと思うんですけど、なんでうちに直接言うとくんだろうなね、うん、いや正直な話、それであれば僕はあの動きやすいんですけどね。あんな社長残念やけど、はい、もう、うん、まあ名前はお互いに出さんでもいいけども、はいはい、なみんながびっくりしょるけど、大田がさ、まあ、取り巻きのもんもおるやるけどな、うん、取り巻きのもんでも陰で大概言うとらしいけど、役所で大田役所のもんみんな見たんで、何しとんのって、この間もお電話何しとんのとか言って、で一番 2,3 人があるって言っとったけど、5階でおてんけど住宅でさ、あれうちの女の子の身内の市営住宅の入居のやつを住宅におったんさ、はいはい、ほんならなんかスーツ着てみんなであれで言っとったわ。で一番先頭はまあ、あのうちらと同じ立場のもんがおったけどもさ、おはよう、飲んでおはよう、その後ろ歩いてるのもさ、何しとんのって言って、市営住宅の入居入居やったらさ、俺も市営住宅入れてもらおうかなって言いながら歩いてくれて、役所の職員みんな見とるね。ほんでそれを側のもんがさ、影でめっちゃ言うてますんって、いやいや影で言うとってもうち行こんやんけっつって、おおたら言わへんやんけっつって、せやで、まあ社長がさ、はい、あのどう解釈するかはなんかあれやけど、うちはもう全然へえとも思うとらへんで、もう陰で言うとるやつどうすんの、直接来たらええんちゃう。いやいや、僕は僕自分がそうなら本来そうあるべきだとは。で社長が名前教えてくれたら行くよね。 それが言えないですもんね。うん、せいで、それで社長残念やけど、はい、かわいそうやけどさ、社長が全部かぶらんないよこれは。社長もさ、やっぱりそれ、これ本当に奥歯にさ、物の詰まった言い方しかできてへんけどさ、はい、そりゃそんな何も聞かんと違う理由でさ、従業員がもう全部辞めたもんで仕事できやんってだったら、誰かおらんのとか言ってさ、次の話で進めるけど、誰かが何かを言うとったって、誰って言うと、いやいやもうってとってさ、そんな、まあ、それはね、そんなもやもやしてやつで納得誰がしてくれる。でそれがあかんことならあかんけど、社長とうちとの中でさ、これが一番ベストやっていう選択した中でさ、スムーズに動いてて、社長とかも損は全然してへんと思う、工事自体に。それと前も言ったけど、うちはそのみんなよそはな、めっちゃ盆踊りとかあんなんて共産取っとるみたいやけども、うちはさ、うちもあんねんに、いろんな地蔵盆とか、ほんで他のもんでもさ、うちの友達とかさ、電気つけた、あのね、あの防犯灯つけたってくれとか言うたやつはさ、ちょっと協力しましょうかって、わずかな金でもさ寄付しますわって持ってきたりそんのさ、そんなほとんどあんねんに。せやけど社長のとこにさ、おあのよ何年もかかってしてもらんなんだよと思うて、社長にそんなこと1万円の金でも協力協賛品出してって言うたことないやんか。一回もないやろ。せやでそんなもう次元の低いな、ね、ところの付き合いをするつもりはなかったで、はい、何も言うてへん。年に2回か3回あるのさ、夕涼み会とかさ、はい、それでそれもよそはどうしとるかわからんけど、うん、うちは自分でババしたと思われると家で保育園の夕涼み会にちょっと協力したときでジュース代とか言うたら、ジュース買うて置いてったら幼稚園からちゃんと令状書かすのさ、そこの会社向いて、ほんで地蔵さんでさ儲たとこもちゃんと令状出すの、ちゃんと受け取りましたよって、はいはい、せやでちょっとみんながどう思うのか知らんけどさ、うちはきちっとするつもりと思うさ。それとさ、自治会のお金もうちがなってから10円の金も使ったことないの、僕は通帳入れたことないの、はいはいはい、これ役所の定年だったら増田さんちゅうしてもらうけど、この人に質問を取るんだけど、うん、はいはい、その前に池田さんちゅうその時も僕は通帳入れたこと触ったことない、指紋もついて、うん、ほんで一銭もいらんって。ほんで自治会で役所のまあ部長連中の親が死んだとかで公園とか出せやんか、はい、ほんだらそのまあ近くのところの自治会長が初めて言うとった、そんなものを自治会費で出してもらったらええやんって言って、あ、まあ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 、まあ、近しね、確かに。せやけど、うん、うちは言われぬ家で一銭も出してもって全部自分の金でしょんの。せやで商品の10円の金も使うことない、寄付したことはあるけど、
せやで言われやんでようにしとるつもりで自分でおるのさ。せやけどみんな多分そんな分かってない外が。あのね、僕からも言うとですね、あの失礼ですけども、あの人間ってやっぱし妬みっていうのがあるじゃないですか。それも一部あるんかなっていうような感じは、ね、うん、あのな、妬みやっかみやに、もう常に受け止められる時ってないです。いやいや、もうな社長、うん、あの社長がどういうふうに役所で感じてるかわからんけど、うん、今までもうやからまで腹いっぱいしとったみたいやけどさ、よそは、うん、今もう誰も聞いてへんに、聞いてない、もう全部殺されてへんから、うん、めっちゃ厳しいと思うよ。せいで、まあ今までさ修繕とかをさ随見みたいに出してさ、ひとったもいろいろ突っ込まれとったけど、あ、そうですか、出してへんやん。あ、そう、いや僕もそんな深いところ、いや、うん、あの、はい、これはまあ役所の中の話やけどさ、はいはいはい、もうその所管のとこは出してない。せいで仕事としては残念やけど、あんまりええ思いはしてない。せやで余計さ、うん、余計妬みやっかけやと思うよ。でうちは近沢地もおんねんけどさ、近沢と大門の商店街のさ、はい、近沢が理事長なんやけど、はいはい、で近沢がなってくれるけど、うち副理事長になっとんのさ、はいはい、せやもんで観音公園直そうかとかさ、あ、はいはい、せやけどそれも業者の選定ってさ、はい、そんなんどっかあれどっかやったかな、船橋かどっかやけど、はい、そんなん役所に言うて建設がしとるだけのことでさ、うん、そんなとこからジュース代もうたわけでもないしさ、うん、何も思ってないし、うん、することしとるしさ、せやで役所のせいで言うことは聞いてくれると思うよ。聞いてくれとるはずなんさ、うちの町をこうしたいとか公園買って住んで直せとかさ、うん、そうやけど残念やけどちょっと言うこと聞かんで妬みやっかみやと思うよ。あの僕も直接その話はね聞いたわけじゃないんでわからないですけどもかなっていうような、いや僕ね、あの会長にずっと言われてましたやんか、会長は俺も口出さんけどお互いもうそうしようなっていう話をしてあるっていう話はされてましたよね。ね、ですんであのいきさつとしてね、その切り離した時に基本で関係ないじゃないですか。関係ないな、ね、ですんで僕はその話があった時に、まあ、入札制でどうなるか分からんけどもそのつもりでは当然おったんですよ、うん、もうそれでも話が進んだもんやと、うん、って思っとったもんでですね、あのあそのやったらもうそれでええやんかというふうな、まあ、あの水道局さんももう次の工場を出してくれると、まあ、当然次もう一回大井町出すわけないんで、うん、もうそれでさしてもらえればあの当初予定、まあ、ちょっと2つには分かりますけども、うん、あの当初予定通りの形で終われるんで一番ええのかなとは思って自分が作業はさせて戻ったつもりでおるんですけども、うん、実際ちょっとそれが話やったもんね。まあだけど社長、うちにはどうしようもないわ。誰が言うたかもはっきり教えてくれやんし、そうですね、うちにはどうしようもない。そうですね、そうですね、教えてくれんやったら話するし、うん、だけどですよね。だからまああの一つあのこれまあ会長も分かってもらっとったかどうか分かりませんけども、まあ、こういう形になってしまってですね、だけど基本的にあの本意として僕は会長を当然まああの好き嫌いという言い方はおかしいかもしれませんけども、あのお世話になったし、で当然あの僕の会長はちょっと僕の不信感はあるかもしれませんけども、あの僕は会長のことを尊敬もしとるしね、あの言われたことをちゃんとやらさせてもらうというつもりで、それはちゃんと行動でもですねご理解はしていただけると思いますので、とはあったんですけども、僕はこれを言い合うのであれば当然ね僕はかぶらない、あのな、はい、尊敬とかはしてもらうんだけど、せやけどうちはさあのその本当に細かいことの協力なんてしてよとかさ、それはどこにでもあることやでさ、うん、細かい、うん、あの今予想あるわな、せやけどうちはそんなも言うてないし何も求めてないし、うん、であの
窓かす水漏れしとるんですわって中村かかっていたら酒蔵でよろしいかってさ、あかんって言ったこと一回もないんさ。せやで社長のとこが仕事しやすいようにさ、みんなうん分かったそれでええないか、分かったそれそうしとけそうしとけってさ言うて全部したつもりでおるでさ、うちは全然社長に対はないけど、せやけどな社長、はい、もう残念やけど、はい、社長がその名前出せやんと向こうがそういうとんでできやんのですわちゅう答えしかないんやでさ、あのうちはそれに折れるつもりはないで、あの一生懸命したつもり協力はしたつもりではおるけど、あのまあ縁がなくなるかなという感じやけどさ、もうそっちでうまく仕事みんなで仲良くやっといて一番に。社長に恨みも辛いもない、社長もうちに恨み辛いもないと思うけども、はいはい、何もお互いないけども、はいはい、けども社長の選択がそっちならもうそれでええやんか、もうそれを無理やりさいやいや無理やり言えとも言わんし、はいはいはい、あのこっち来いとも言わんし、あのまあ仲良しとったらちゅうだけで、仲良しとるわけじゃない、いやいや、それはもうまあ、まあ、まあ答えとしてね、言葉はちょっとあれと仲良しするかせんかは勝手やけど、はい、あのまあええんちゃうかなって、あの思うようにしたらええんちゃうっていうだけで。ただ陰でこそこそ言うとってさ、言うとるだけならまたいいけども、よその邪魔になるようなことを言うてまでうちは我慢するつもりは全然ないでさ、する必要もないと思うと、直接言いに来たらええのにな、みんなな。本当はね、な、本当はね、うん、陰でみんな言うとらしいで、あのうちには絶対言わんわな、な直接もう俺の口だ。だけどね、うん、あのそう言いながらもね、あのまあ聞こえてくるか言われるかまあ別にして、悪口を聞くっていうよりも、そのお金が。いや僕は取られとるのとは違うと僕は言うわけですよ。だから僕も当然満額で儲とるわけですやんか、ねね、満額で儲とるっていうのは満額で儲とんやで、僕とかその満額を持っとるのもおかしな話ですよ、ね、だから僕は払いという話はあるんですけどね。いやそれを下請け業者つくことあかんちゃったらもうあかんわな、もうそれでもうあの本当社長の気持ちはめっちゃ分かるように、分かるけども、うん、うちがここで折れてるとさ社長、うんね、後々やりにくいし、いやいや、あの自分は自分のプライドがあるんさ、うちもそうそう、もうすごいと思うんですよ、うんうん、それとあのこの間も言うたな、そのプライドの話をしたの大井町の切るときにさ、うん、せやで次出せって、出すんやったら飲んだらっちゅう、これが条件やったんさ、うん、あの俺とか言うたったで半分仕事切ったったやないかと思われるの、お金銭金がないんさそこは、うん、何社長、うん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 、うちはあの社長のとこはさ、去年でも下請けの話な、うん、出したってっていう話してさ、うん、出しますわって言うたけど、うん、当初の金額ではなかったわな、社長ちょっと金額が多いでちょっと金額割れしてよって言ってさ、ですかね、はいそうやってんか、はい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 、うちはあの時下請け出したってくれるのこれぐらいなんかなとは思っとったんさ、工事のああはい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 、せやけど社長はあのそんなにだって言うたで、それでもちょっと金額減らしてって下請けの仕事代をって社長が言うたけども、はいはい、うちはそこで分かったって言うて言うたんやんか、はいはい、何もお金のことめっちゃな社長に言うたんやんか、一万円のも少ないやないかとかそんなことも言うたことないし、うんうんうん、そんだけ出したともうそれとそれでええわ出したってって言うてしとるつもりやで、うん、全然お金のことも社長に文句言うたこともないし、いやいやだから僕極端な話ですね、会長もどう思われてるかどうか分からないんですけど、僕と会長の間ではですね、あのその僕が名前出せる出せやんとかその人のことをやって行動を起こしとるで俺とせは当然納得できない、まあそれもそうですよね、ですけどね、
なんかちょっと寂しいですね。まあ誰が起こしとんにゃその話はちょっと僕が起こしとる話なんでね。社長がうちに金取られとるわけないんで、なそんなことちゃうんやで。下請け仕事出しとるだけのこと、なんでしょその差し図受けなかんの。いやそういうことやろ。社長とこんならあの丸安で晩飯に1200円の行動ったら、お前とこ高いの高いの食いすぎやけどったら安いのしますわって言うの。社長のとこのお金っちゃうの。酒蔵水道の仕事で酒蔵水道の下請けどこへ出す出さんってさ、不思議やなと思う。晩飯の世話まで焼いてもらうんかなと思った。それで社長がさ、はい、今もう、もうこの言うとってもしゃあないけども、うん、あの今までの流れとかこれ今後の流れとか、うん、社長のこの仕事のないろんなしがらみの中でって言われたら、それはそれでええやんかっちゅうのさ、うん、ただもう本当に悪いけど、これも社長とかちょっとしばらく食うけど、うちは自分のところのやっぱりプライドがあってさ、そうですかちゃんちゃんって終わるつもりはないで、そこだけはちょっと辛抱してくれなあかんけど、そうね、僕は名前でも出せたらね、まだねあるけど名前も出せないですもんね。うちの仕事も誰も納得せんにこんな話ね。まあ話は一応聞いたけど、承服はしにくいっていうことだけ分かっておいてくれた。こんな話で、僕この間さっき南さんが言われて途中で口間に入ってですね、ちょっと話終わったとかありましたやんか。その時に言わさせてもうて、南さんもちょっと意味合い的には分かってもらってなかったと思うんですけども、その浮世絵工事とですね、その雑工ね、雑工はその時の話でも、もし何かあれば聞いた、それも聞いたよ ね, ね, ねですんで、基本的に縁を切りたいっていうようなつもりでは僕は言うてなかった。そうやな、社長な、そこも分かってくれやなかんのは、うん、それも分かって聞いたよ、うん、まあ修繕とか今までとできること、まあ、修繕に限らずな、うん、いろんな他のことで協力できることあったらしますわって言ってたの、それも覚えとる、うん、けどもな社長、うんうん、向こうがさ誰がっちゅっちゃ入れとるのか分からんけど、うん、それらが潰すとこだけ潰しといて、他のとこだけさまた付き合いするわアホみたいで、そんなこと思われるつもりはちょっと難しいんさ社長。せいでこれがこのままいったら現実には社長とは縁切れてしまう。でいろんなそのまあなあその便所作ってもうて安うしてもうたとかさ、いろんなことしてもうたとかしてもうたこともあるよ、うん、せやけど現実にさ例えばあそこをここ漏れ飛んで酒蔵に言いますわとか言うたって社長のところにジュース一本持ってこいって言うたことないし、まだ社長も持ってきたことないし、うちそんなことまで口出してへん。いやいや、そういう意味じゃなくて、僕的にはですね、水道屋っていうともですね、全てみんな全部それぞれ違うんですよ。ですんで、まあ本当のことを言うと、栄養に使ってくださいっていうのが僕の真意でですね、まあ、とりあえず僕も名前を出せない限りはね、ご納得は難しいと思いますので、だけども名前は出さないですけども、会長にですね、
とりあえずあのこの間のちょっと言い方も含めてですね、まあ、あの本当に申し訳ございませんでしたというのと、あの本心的にですね、俺のことをあの、まあ、結果とすればいいやんということは裏切りかもしれませんけども、本心で裏切りに行ってないっていうことだけはですね、会長がご理解だけしていただいてよろしい？うん、いや、あのだからな、そんなことで納得な、僕は答えを言うてないんやで、あの納得してくださいとは言いませんけども、あのそこは僕のはケツの穴が小さいということだと思いますんで、あのあれですけども、あの僕このままね、会長にね、あの勘違いされてね、いやいや勘違いも何もしてない、うん、社長、まず勘違いしてない、そこは 何も勘違いしてない、苦しいと思うよ、あの苦しいと思う、苦しいと思う、最初にね、うん、僕思ったのはね、会長にあの1本目で2つに割りましてやんか、割った時にですね、僕取りますって言いましたやん、うんね、あうん、まあ取れるかどうか分かりませんね、うん、参加しますって言ってましたやんか、うん、で次会った時にですね、うん、参加しませんって言いましたやんか、うん、それは僕の心変わりではない、うん、まあそれは言いやんねやで、うん、あの心理かがあるかどうかは分からんと思いますけども、その時には僕は取れる、参加できるだろうというつもりではおったもんで、ですんで、あの僕は会長的にはですね、1回目ちょっとこれちょっとしがらみでちょっとできませんにゃわとか言いましてやんか、それでも会長は理解していただいてですね、あのやったら、切ってもええわと、その代わり前回と同じ分の工事分はキープせよとね、やったらお前入札参加せよという話で、で私参加しますわという話のもとでですね、次を追ったらですね、次はいけません、そんな話になって寝耳に水やねえかという話やと思うんですよ。ですけども、その、実際7月からその3ヶ月の間、まあ、いろいろなことが、まあ、言えやんであかんですけど、それでもうええやろと、で僕も会長から話を聞いとって、人のことには口出さんっていうのは言われとったもんで、もうこれで収まったら別に2回に分けるだけの話なんでいいんじゃないかなと僕は思うとって、実際あのそういう形になったらですね、全然雰囲気が変わってなかったもんで、こういう結果になってしまったことをですね、まずお詫び、うん、ね、もう社長のせいでな、はい、社長の心変わりでもそんなことも思ってない、そうです、苦しいのも分かった、はい、けどもやに、社長はうちと比重にかけたら向こうの言うことを聞いたってことで縁は切れてしまう、ここはもうこの好き嫌いに関わらず、それで向こうと仲良くするかせんかはまあ別にしてさ、はいはい、もうそこもうちは口出すつもりないけど、ただまあそう言われたでそうしますわって言うたら、もうそれは縁はなくなるわ社長、残念やけど、そうですね、まあ僕も自分の勝手なこと言うてますんで、うん、ね、それでまあ残念やけどさ、あんまり裏のつらめが残るかわからんけど、そこら辺も理解してくれたら、それしか方法は残ってない。で、それは社長の選択。いやいや、選択でもないんですけどね、本当はね。本当は選択でもなんでもないんですけど、ね。けど言うこと聞くんやろ。いや、言うこと聞くわけじゃなくてですね。言うこと聞くわけじゃないですけどね。ダイン。おかしいな。せやけど、みんなルール違反しとんであかんのちゃうかな。紳士協定が成り立ってない。な、男やで約束したら守らなきゃみたいな。みんなやで。な、そっちの方がすっきりしますよね。な。うちがさ、社長が別に高須の工事長がさ、港の工事長が一切口出さないしさ、社長とかよその現場に言ってるやつ聞いたこともないよな、うん、見とんで社長がするよって書いてあるんで、はいはい、あそこしとんなって言うことも言うたことないよ、そんなもう勝手やでな、
そうですね、僕もあのその点においてはですね、うん、会長とまるっきり一緒ですわ。もうそんなの言い出したらもうキリがないんで、キリないな、ね、ただ自分のところの地元に来た時はな、車を乗けるとかいろんなな、うん、話をせんならんでさ、どこをどう工事すんの、いつすんのっていう話のすり合わせはせんならんやんか、それは、うん、そうそうですね、それはするけど、よそのことまで口出すつもりはないけどな、言い出したらキリがないですね、キリないな、キリないな、ね、ですんで、仕方がない、社長、まさけどあんまり恨みつらみは思わんといてほしいけど、それは誰も納得せんと思うよ、そんな僕は言えへんの、うん、それか言う、いや、それはあの自分の身を助けるためにですね、うん、言いたいんですけども、これを言うてしまうとですね、本当はもう多分ご存知だと思うんですよ、うん、ね、うん、だけどもうこれを言うてしまうとですね、どっち取ったどっち取らんって全然ないんですけどね、僕ね、せやけどな社長、はいはい、あのな、物にはな、なんていうの、ええ悪いがあってさ、どっちもええってことはないわ、揉めとったら、そうですね、はい、真実はな、道理は一つ、ね、まあ、あの会長ですね、会長という職でありながらですね、あの一つ言うとプライドで生きないとこともあると思うんで、そんな中途半端なことでですね、あのうんって言いやんっていうのは現実、そういうことですよね、道理の通らん、道理が通っとるや、それはどんなことでもやったろうっていう、ね、そうそうやね、うちが間違えとってさ、社長がいやこれあんた間違えとんにちゃったらさ、あそうごめんなって、ほんならもうそっちで行ってとかさ、うん、言うけど、俺別に間違えとると思うんだよな、自分とこのとこをさきれいにしていくのに、あんな社長本当に俺この2年間めっちゃ一人で頑張ったつもりでおんのさ、うん、でせいで幼稚園なんかあの LED なんかめっちゃってもう夜歩けるんさ、電池なしで歩けるやろ、夜一回歩いてみてよ、本当に暗いとこ一個もないんさ、でもうつけすぎやろちぐらい LED つけた、あと近鉄道路のとこ稲井さんの前が暗いで、来年あそこだけしたらもう最終なんやけど、ゴミ箱もさくっちゃくちゃでネットのやつみんな色物に変えたったんさ、そのやつも補助金がここから3分の1出るんやけど、ゴミ箱のでまあ現実には3分の1で3分の2自治会で出しなさいっていう補助金システムなんやけど、まあそこはうちがうちなりにさ、今まであの年いた人は要請でさ、業者に言うて見積もりちょっと書いて、余計書いたってやつで、ほんで出た補助金でさ賄いつけようかとかさしながら、あの自治会の金をなるだけ使わない、うちあよいちょうな赤なんさ、あはいはい、そうなんですか、1000円なん、あ、はい、年会費、ね、それ240件やって、うん、現実に集まるのが150件ぐらいしか集まらへんの、はいはい、年間15万円、はい、電気代年間12万円の、はいはい、ほんで広報からチラシ巻く分お金来とるけど、それもそんなんさあれやで、それも2人に配ってもらってお金ほとんど払うと思う、それで自治会交付基準がいくらがあってそれが残っとるだけ、せやけどそれは寄付とかあの日赤の寄付とかなんとか余計言うてくるわ、せやけどほとんど残らんと、多分さ何年かしたら多分あよい町の自治会費は破綻すると思う、うん、本当に、はいはい、集まらんねえもん、はい、ほんでみんな死んでいくした順番に、もう言われてましたね、うん、はいはい、せいで現実、もう現実にはもうあのその増田で会見の人にうち電気代の12万だけ自分で手から出すだったらまだあんでよろしいやんと、もう30万ぐらいしかないんさ、でどっちにしてももう 2,3 年したら電気代払いやんの、せいそれは自分が払っておくつもりでおんねんけど、せいでそれはさもうそこら辺はやっぱり仕事をみんながしてくれたらさ、わずかな金額やでさちょっと協力したってとか言うた中でなんとかええ格好かなとは思うけどさ、一人で貼るといってもいいんやけど、一人で貼るとくのもおかしいやろ、町の電気一人で上がるとくのも、せいで自治会に寄付しちゃってよってさ言うた中でなんとか切り増ししようかなとは思うとんだけど、俺できることは幼稚園をきれいにすることはもう俺基本60までと思っとんだ、もうこんなもうクソめんどくさいさ程度の低いやつらよくおるとこでさ、もうこんなんいつまでもするつもりないので、今ももうせいで白山の方で家探してくれとんさ、古民家今でもあったら買うでってさ、ほんで金土にして3日間行くわっつって、
60になったらもう田舎に住むわ、次だと思うさ。じゃあ本当に。まあ、言いましたよね、うん、確か。でもうな、程度が低い、社長。何のためよ、その、あれなんか、そんなことしとらんと、もっと、おのるとこの町きれいにせよって感じ、うちに言われたら。自分とこの町のことで、役所にもっとごねてもええし、はよ工事せえとか言うもええしさ、ええやんか、町民のために。止めんのは逆やと思うわ。俺とこはよしてくれって言わなあかんと思う。うちはそう思うとね、よそはどうかしらけど、公共工事やろ、町のためやん、水道なんてライフラインやでさ、きれいにしてない、早うおっしゃってくるよって言うて、交渉するんが自治会っちゃうかな、止めるのが自治会かなと思っとるけども、なあ、せやで、うちはそこはもう相手にしてへんで、自分は自分のやりたいことがあるでさ、動いとるだけでさ、現実には社長お金はいるに、みんな周りのもん動かして、誰もタダで動いてくれないし、ガソリンもいるしさ、うん、うちの周りにはいっぱい人おんのさ、常に誰かおるやんか、常に誰かおるし、夜だって常に誰かおんの、役所のもん役所以外のもん関わらずさ、でみんなそれぞれにここがええんさ、銭会のこと言わんと動くの、せやで余計にしたらなあかんと思っとんの、催促してくれるやつはしたないの、うちはせやけど黙っていい、よろしいわそんなんって言うとるやつは俺は何ちゅうの、先月送ったんは毎年さ8月になると一番に知り合いがおんねんけど、はい、全く毎年5キロ頼むの、はいはい、それをみんな配んの、みんなに配ったりしさ、うん、ほんで6月頃になったら宮崎のマンゴーをさ、ここの次のあの完熟マンゴーってやつをさ10ケース頼むの、それみんなに食わすの、それで俺は自分でどんな金儲けても一人取りしとるつもりは全然ないさ、うん、ほんで本当は A 割は別やけど、うん、まあ、これ個人的にみんな付き合いしてるつもりやで、うん、昼でも夜でもおったら昼飯何人おっても全部自分で貼るとんの、まあ 夜の飯代も全部貼るとる、うん、それな社長、今飲み食いしてみんなを飲み食いさしてさ遊びに行こうかって遊んで全然なんちゅうのそういう利益は何もないんやに、うん、友達としてみんな遊んでる中で、うん、だいたい月に 4,50 万使うのさ、うん、それでもええと思うとんの、みんながみんなでお金はみんなで使うもんやと思うとんのさ、せやで自分一人でさお金を貯め込んで自分一人で使うとったさ人は寄ってこへんし離れてくしさ、俺は金の使い方はそこやないと、自分やに自分はそう思うとんで、それをしたいと思うとんの、せやでそれを続けたいの、せやで金を儲けるときはシビアに儲けてええと思うとんの、使い方だけきれいに使ったら、で社長もさもうこれ喋る機会が今後 なかなかないかないか分からんけどもうちここの市長も知っとるけど、はい、毎年寄付しとんのさ2回しとんの、はいはい、現金と、はいはい、現金は子供らに差しとんの、子供寄せて、はい、大体10万から多い時で25万交通維持に寄付しとんのさ、はいはい、ほんで個人的には1月2月になったら親のおらん子供をが大体津市で120人おんの、親のおらん子供、緑学園とかあんな含めてな、その子らが新入、今年な120人というか新入、今年小学校1年生入りますよって、今年1年生になった子が120人おった、うん、その子らにみんな文房具買うて役所の方にも手伝わせて市民館で積み合わせして、でそれを130個作って教育委員会寄付しとんの、教育長とか市長は知っとるけど、うん、せやけど名前は自分の名前出さんとしとんの、桜木花道っていう名前でしとんのさ、うん、はい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 、桜木花道でネット検索したら出てくるし新聞も載んのさ、うん、で今年は文房具130個送った、去年は緊急用の笛、はいはい、これは盲学校の子老学校の子でちょっと知的な子とか含めて何人おんのって言ったら850人おった、うん、去年は笛900個送った、これは個人で押しとんの、せいで、あんな社長、うちは自分で自信を持とんのはそんなちょけたさ、うん、とこのもんと一緒、志が一緒やないと思うとんで全然自信がある、それとお金はシビアにな、もうこれぐらい協力したってよとかさ話はするけど、その金どこに取るかって言ったらそんな金に行ったりみんなで飯食おうかって食ったり半分以上はそこ行く、ただ自分の生活もあるでさ、うん、ある程度の生活はしてかんないしさ、自分の生活費もするけども、せやけど
なほとんど消えてくる。俺毎年この募金とかいうのはもう10年人のさ交通1日で、ほんで東日本の時も東日本向いて日赤25万持てた。ほんでこの子供、親のおらん子供には毎年死ぬまでできる自分の金が続く限りしようと思って、うん、ずっと、うん、あの言い方おかしいんですけど、世の中ってですね、あの人が失敗したとか何か悪いことをしたっていうのはすごく広がるのが早いですやんか。だけどええことをしたのはなかなか広がらないんですよね。そうね、そうやね、悪いことはすぐ行く、すぐですよね、うん、まださっき起こったばっかりやのに、うん、あんた知っとんのっていうぐらいのスピードですよね。それと今もう1ヶ月ぐらいで降りてくるんだけど、うん、今県に NPO 法人申請したの、はい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 、それはフードバンク三重っていうので人のさ、うん、ほんで、まあ、あの農協百姓友達おのさ、50兆もとん、はいはいはい、まあ、それに米くれって、それと野菜しとんで野菜もくれよって言ったら、うん、ええよって、うん、ほんで話したのさ、ほんであと近沢もうちに入れといたって、近沢に回ってくる方回ってくるって井村屋、はいはい、とかベビースターとか、はいはい、いろいろあるやんか企業、はいはい、そこ行ってもう期限が切れかけとるとかパッケージがあかんだっていうのが余計あるのさ、はい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 、それを持ってこいって、ほんで生活の困難な家があるのさ余計通にも、はいはいはい、そこの家にタダでそれを持ってこともどんどん、であの誰も金取らんと自分のガソリン代 でみんなするかってみんなするって言うと思うさ、うん、で役所の職員も役員以外やったらできるのさ、これも総務に確認して、うん、仕事が終わってくれに5時15分過ぎたり、うん、土日やったら全然してもいいですと、うん、ボランティアは、うん、でメンバーが要件20人ぐらいいるもんで20人ぐらい出しとんだけど、うん、でそれをとりあえずするつもりどんどん貧困家庭に、が連絡電話くれたら米5キロ持ってくとか冷凍食品持ってくとか、それをまず始めるの。でその後は子ども食堂中今全国でやっとるけど、普通でもやっとるんだけど緑学園で月に1回しとるだけなのさ、はいはい、その一人一人月1回でわかんにいって腹毎日減るにいって、うん、それも設計しとんの。一軒店協力してもうて高熱だけなくどっかから捻出せなあかんだけど、うどんデーで腹減っとる子供は子供だけはタダで飯食わしたろって、うどんタダで子供に飯食わす店を作ろうと思うと思う。これ来年中には全部仕上げようと思うんだけどさ、で光熱費はうちがちょっと捻出しようと思うと思うさ、せいで、まあ、社長のところにもいろいろ去年世話になった下請け入れたってくれてさ世話になったりしとるけど、俺そんな金を当てにしながらさ、基本は社会奉仕なんさ。でうちバスケットの通全部のバスケットの大会を作っとんの、俺発起人ねんけど、ほんで顧問は青木健純と市役所はあの田屋入れといたんだけどさ、あと教育長発起人なんさ。でそこで子供らに何さすったら社会奉仕社会参加ってやつをさすつもりで、子供らに募金活動させてそれを全部寄付、子供らにが取って子供にお前が行ってこいって、子供に中学校の子供に新聞屋行かしとんの。それは毎年新聞飲んだけど、うちの名前一切出やんよ。で警察なんかでもさ、お役所で怒ったるとさ、怒られましたってよう行くやんか。うちが100ええことしとっても3つ悪いことしたら3つ警察行くんさ、脅かされたって。じゃあ警察行く情報はみんな3つ悪いやつかいかの 100% 悪い人間になってくる。けど役所がなんでこんなみんな協力してくれるかったら、市長も副市長らもうちがこんな人も全部知っとんのさ。うん、だから他のも知らへんに匿名で言っとんでさ、うん、これは社長のとこのいとこ の坂倉が一番初め、うん、総務長につないでさ、教育長につないで、うん、一番初め子供に寄与するやつは坂倉が2年ぐらい預かってくれた、これ下にありましたって、うん、現実に渡しておけた、うん、朝来たら役所の玄関にあの渡してくださいってメモ書きがあってありましたって教育長のとこ預けて、初めの2年はあの坂倉の手伝いのものだ。それで、まあ、ことですかね。そう。それでみんなそこら辺はみんな分かっとると思う。それで、まあ、分かってもらおうと思ってしとらへんで偽名でしとるけども、うん、匿名で。それでな社長、
社長がこの風の噂どっから聞いたか知らんけど、うちはそこら辺とはちょっと自分の思うとおり志が違うと思うんで、全然負けるつもりないし、負けるつもりもない。せいで社長は人間悪ないし、恨みつらみお互いないのも分かっとるけども、しわやすは社長のとこしか行かんようになってしまうけど、今回そこはもう社長の選択やで、うちを恨んでくれても困るで。僕ね、もっと早くこんな話ができたらさ、してさ、ほんでいろんなとこ金内も全部こうねんにとか、こんな流れねんにとか、寄付しとんねんにとかさ、もうちょっと教えたらもうちょっと違う選択肢もあったかもわからんけども、せやけどうち今のやり方でも別に間違っとるとは思っとらへんでさ。いや僕もね、間違っとると思うなら最初から首突っ込んでないし、違った、ね、ただ社長とかちょっと苦しいになるか分からんけど、本当にただ空気入れたもんが自分とかいらんこと言うたで、酒蔵水道こんな目に落としてしもて、あそこだけかわいそうやったなって感じるから、そんな人間性持ち合わせとるかな。ないと思うよ。一人で思って出たことないに、世の中を知らんに、もうそれしか選択肢ないですよね。花田社長、うちから発生した問題っちゃうで、うちから要求することは何もない。うち何か言われた、ほんならうちが何か言うの、いやいやそれやったらって言うの。いやいや、そのもうこれだけ話してもらうとですね、僕こんだけ会長とですね、何回かお邪魔させてもらうとお話させてもらったことありますけども、まずいろんな話を聞かさせてもらうて、そういうの勉強にもなりますし、ね、どうか分からんけど、言われたところもだけどそうやって詰めてないやん、喋るの苦しい。本当やったらな、言わんか誰か言うとったん、言わんかって噂もなしや通さんぞって言うてもええんやに。せやけど詰めてないやん、社長が苦しい言わんのやったら言わんでええやんか、その選択でええやんかって。それで 何にも言ってないやんか、何にも要求してないし。いやいや、僕も要求されたかという、僕は実質的に払いたいって言うとる話ぐらいの話なんで。ですんでこの間の話でもね、これはもうプライドじゃなくて、ちょっとお情けかもしれないんですけども、あるのあれでたくさんのお金もいるわけですよね。今のお話を聞かさせても一応予定もしてもとったと思うんですよ多分ね。それでですね、僕のお詫びも含めてですね、お話してください。当初の予定通りの形で下請けを使わさせていただいて、今回の工事をさせていただくっていうのはもう無理ですか。次の工事を取ってくれんの、社長。ここはさ、はい、当初から言うとるように2つでワンセットやんか。ですので、今年の工事をですね、もうとりあえずそういうことで会長の方の立て直しもちょっと必要かと思うんですけども、発注を来年に見送ってもらって、で今年ですね、今の話聞いてると会長はそんなお金のことでどうのこうのはないもんで言われへんですけども、とりあえず実際少なからずや
ある程度予定もされてましたやんか、予定されてると思うんですよ、いろんなところにガソリン代とか電気代とか、まあそこからちょっと出し合いええかぐらいの感じでですので、あの、まあ、ここだけの話ですけども、あの予定通りの金額をですね、こう予定させてもらって、それで次の工事がですね、例えば誰も参加せえへんとかですね、何かがあってしまうとですね、また会長の顔もあれですやんか。ですので、まあ、とりあえずあの実質の身を取ってですね、あの今年はもうその発注はもう来年にしとけって言うたら、多分水道局も来年にすると思うんで。そこが社長プライドやんか。あかんすか。せやろ、俺とか言うて止めたったんやって言うて、結託されそんなこと思われたくないんやって。うん、だから反対に、うん、あの水道局の仕事を、うん、あのどうのこうのじゃなくて飛ばしたったんや、あいつらそんなこと言ってきたら飛ばしたったんやって。じゃあそれなら今回から飛ばさんないか社長。あ、そうか、そうか。いやいや、あの僕はね、あのお金がどうのこうのも何にもないしあれなんで、もしそういう形でですね、あの金がいるんやっていうのも いるんやでお前用意せっていうのも聞こえへんないんやけど、いやいや、あの、うん、そんなつもりは全然ないで、お金はですけど、うんうん、そういう形でですね、ご協力できたらですね、あのこのままの形でですね、何もご協力できずにですね、終わるのも失礼かなと思ったもんでですね、ちょっとお話をさせてもらっただけの話でですね。そこはちょっと社長、やっぱりそれは無理ですか。いやわ、無理ですか。社長のとこが堂々と次のもんも当初の通りに取るかって言って、うん、行くんならまた別に。え、次の仕事今期もうせえけど、もう出すって言うとるもん、水道。いやだけど別にいいんちゃいますよか、それは 僕のお金じゃないんで分かりませんけども。じゃあお金はどっちでもいいんさ、うん、次の仕事も取っても、それも酒蔵水道が取ったちゅう、そこならいいけどさ、うん、ですよね、俺とか言うたったでよう取らへんでやろ、やめてやねんから結局で言うに決まってるやんか、程度が低いのに。だから次の工事が出やんだら工事を減らしたったんやっていう話に、総一郎で減らしたであかんで今年出せってことやんか、あれ。あ、まあ、そういう意味でのプライドですよね。いや、なんかええ方法がないかなと思いまして、そういう話をしに行かなきゃあかんだよね、この間。じゃあな、せやけど、もう どうしたらよろしいっていう話をその時にしとけば、もうちょっとええ方策があったかもしれませんね。だけどあの時は社長天罰取ったんかどうか知らんけど、うん、もうそれは社長あるわな、うち本当に言わんだけど、よそ言ったら本当にお前何言いどんのって喧嘩の話やね、もうあんたとここんちゅう話やで、ね、約束を保護にしに来て、その上もうそれ以上こんちゅう話とは喧嘩売っとんねんや、あれ。社長とか苦しい目に遭うて言うたもんは感じるかな、また逆にどう打ち上げ。いやそんなことないと思いますよ、そんなことないと思うんですよ、現実はそうじゃないと思いますよ。えらいごめんなさい、俺いらんこと言うとってお前でも迷惑かけたなっていう言葉も発するかな、発しやんと思うな、見て見えて余計なとこ口火つくとこうなんだよって言うてぐらいのことしか言わないじゃん。いや、まあ僕も何とも言えませんけども、あの少なからずや、あの今僕50、今年で54になるんですよ、僕っていうのでも自分はですね50になるんですけども、今までの人生の中で一番悩んだ時かもしれません。だけども、あの若い時は自分の仕事がこなせるこなせやんっていうことで悩んだんやけど、やっぱし年によって悩むことの内容も変わってくるんやで、これはこれとして自分として真摯に受け止めてかなあかんのかなとは思ってましたんで、できるだけ前向きには考えておったんですけども。社長せよで悪いがあるわ、愛生町の仕事やに、愛生町のもんと話してくんならわかるけど、他のもんと話しとって愛生町の仕事をしませんなんていうのは道理に通ってかんであかんわ。それをもっと言うと、あの愛生町のことなんで僕が言われやなあかんのっていうのは本当ですけどね。そう、せよで言いなっちゅうのさ、うちが言うたんで、そう言うたんですよ、うん、だから愛生町は愛生町違いますやんかとって言うたら、それ誰が言うたか、言いなうちが言うたんであかんす、会長本当に言いそうやな、あかんす、いや言うさそんなこと、あかんす、
言うに決まってるからな、ヘッド戻らへんに。あんな社長、これをいつか分かるけど、なそんなこと目の前に来てヘッドも呼び番に陰でどんなことの聞いてみ、周りのもよし、みんな知っとんに。うちがここへ来るようになってここ 2,3 年、毎日役所におってんか。あ、そうなんですか。毎日朝から3時まで毎日座っとった、どっかの人、こういうようになってんか。あ、そうなんですか。それと地区、南のとこが担当やんか、そういう地区で、南うちは呼んだったけど、南今年になってから喋ったことあるのかやったら 2,3 回やりますかね、そう。一切南のとこへ、ほとんどここ来てへんのじゃん。来とっても地下のコーヒー、自動販売機のコーヒーの前でな、どっかの課長かなんか呼んで喋っとるけど、あとほとんどここへ上がってこへんで、せやで社長がそこのとこちょっと分かりにくいで理解してんけど、ここの職員全部分かっとるよ、せまあ社長は社長でもうええにもうこれ以上喋っとる。ただな、ただ残念やけど、みんながな何て言うとるか言おうか、社長のこと乗る船間違えたり、乗る船間違えましたに、ね、外のもんがな、業者が言うてきたに、他の業者うちに何て言うとるかちょっと言わんといてくださいって言って、高須のことは藤田さんけど、あよ町のことも藤田さんけど、高須は出していらんとか言うてましたよと言うとってんねんから、言うとこ言うたんとったら、なんか仕事を取ったら、なんかって言うとこ俺が言うたんで、言うとこは言うて、悪とこほんな文句言われたって言うとこ言うとこは言うて、よう来ましょうかさって言うと、言うとこは言うて、いつでもここに呼んで、呼んでこは言うて、文句あったらこうやって言うとこは言うて、何の話入るのか呼んでこは言うて、ほんなら他の業者に、土木業者やけどな、よう言いましょうかさって。社長はちょっと勘違いしようと思うよ。あとまあいつか、いね、いつか聞くかに。僕よう言わんのはよう言いませんけど、よう言えやんと思うんですよ。まあ、考えて言えるんであれば言いたい、言いたいと思うんですけども、今悪いっていうことはね、僕は同じように会長に言われるようにそのことまで言わんでもええんちゃうかっていうのは同じ意見なんですよ。だけども言ったように、とりあえず20年近く、まあ、直接何かでお仕事をもらったとかっていうことは何もないんですけども、ドバも高須にもありますし、いろんな意味で、ドバって役所の土地っちゃうの？いや、僕とこは違います。ああ、自分とこの土地な、人から、中川の人から借りてる土地なんですけど、そこのドバもありますし、まあ、そういう意味でですね、いろいろと、まあ、お世話になっているのがあるんで、その今までのその20年間、まあ、小さいですけども、積み重ねがある中でですね、安泰に一応、まあ、お世話になったっていうのがあるんで、それをないがしろにはできやんっていう意味でですね、僕いろいろ言葉に濁しとって、別にこれが全然知らん人であればですね、別に僕名前出してもいいし、だけどそういうことがあるもんで、選択どうのこうのじゃなくて、そのあったもんでですね、僕よう言わんし、今自分が助かりたいために言いたいですけども、だけどそこはそことしてやっていかなあかんのかなと思います。でそれで、はい、今日から見たらそれは選択したのよ、社長が。そうですね、あいおい町の工事に、だけどよそからのことに耳を傾けとんの今、社長な。20年の付き合いがあるかどうかは別にして、うちはそれは知らん。あいおい町の工事をすんねんに、それをよそに言われたでもできませんって言うとんねんで、それは社長その時選択したんだ、それでやんかっちゅうだけどな。でもそんなに都合のいいことはないですね。都合のいいことは、自分の都合のいいことはですね、いやうちおかしいか言うとんの。いや、おかしないですよ。おかしない。これからほんなら社長、うちと付き合いやったな、この2年か3年、はい、高須した時に、おい高須でなんかいいことしらへん、寄付とかしらへんな、やめとけよって言ったらやめるの。いや高須は高須でお世話になっとるんで。いやいや、ほんなら社長、うちとは何もないの。いや去年も協力したつもりで、おりそれは年月で測っとるわけ。いやいや、そんなこと測ってない。そうやろ。社長、そうなってくやろ、じゃあうちが、あくそのやめとけよって言ったらやめるの、よその工事。例えばあそこ行って、なんか社長、協力したりすらへんの、寄付金とかってあかんで、そんなものをして、その工事取ったら、これから取ったらあかんぞって言うたら、社長辞めるほんなら、高須の公共工事取らへんもん、言おうと、高須って言うてしもたけど。いやいや、そうやろ、同じことやろ、うちに言われた。ね、多分会長はそんなこと言わへんし、ね、
会長はそんなこと言わへんとは思いますけども、もし言うたらですね、あの一応話は聞かさせてもらいます。それも間違いないですと。そんなようなか、そんなような扱いは当然ないと。いや、うちが言うとんだよ、もう同条件のことをするのって、うちが言うた時、高須の仕事もほんな高須い県庁が言って、もうよそで噂話があるもんで、公共工事は取りませんとか県庁が言いに行くのって、もう名前言うてしもとるけど。そうだと思いますよ。言いに行く、うん、でもしませんって断言するの。あんたとこ決まる。できませんって、しませんって言うとね、あのできませんって僕は言うと思いますよ。うん、けどそうなってたらもう仕事できへんやろ、そんなことだから、うん、だからあのね、正直な話ね、あの僕もう54年生きてくるとですね、もうちょっと50年とか54年生きてくるとね、自分のね、もう40代かな、40代ぐらいでね、自分の大体力量っていうのがですね分かるわけですわね。だからもう二十歳の時にやったら俺しか、市長になるんやって言おったら、もう今は自分が市長になる器か総理大臣になる器かっていうのは分かる話で、だからある意味ですね、まあ、今回の件においてはですね、自分できちっと判断のできやんような形で、自分の力量以上の仕事をやろうとするであかんのでしょうね。その力量、僕水道局さんに一人も言うんですけど、力量ないですもん、うん、僕のできるのは、自分が仕事としてできるのは誠実に真面目に、社長、はい、もうこれ社長最後やで、はい、助言 しとこうか、はい、社長とも何があかんか教えようか、はい、な、社長が全部動きすぎ、現場へ出て全部しすぎ、ほんでもうそれを社長がするんであったら真面目で誠実に、そこそれでアカウントを今説明するけど、うん、これまあそうかどうかわからんに、ね、感覚で聞いといてくれたらあれやけど、うん、はいはいはい、それをするんであれば一人、調整できる、駆け引きのできる番頭みたいなのを一人置いて、調整役、汚れ役を一人置いとかなあかんわ、給料払って。そしたらもうちょっとスムーズに動くと思う。結局難しい、社長のところもさ、もともと親から東京内の横のところに、まあ、事務所なりさ、うん、倉庫なりあるけども、うん、難しい地区で分かっとるわな、そういうのはややこしいな、はいはい、でそこが、まあ、日本全国どこ行ってもあると思うわ、地元調整地は必ずいるしさ、文句言うのはどんなところでも言うで、うん、それに対するな、調整できるもん、うん、汚れ役を一人給料払って置くべきやった。それができてないのが、自分で全部言って自分ですると、もう返事をせんならんのさ、うん、なでうちらでも一人で生きとるけど、社長らとかも社長やで、誰かに持って帰りますなんてこと言えんのさ。あ、そうですね、せいでどこでもよそのトップっちゅうのアポ取んのさ、うん、どんな案件で来るのかな、どうなんかなっちゅうことを分かっとらな、すぐに即答せんだらあかんのさ、うん、それが番頭ならちょっと待って、社長に相談しますわって時間稼げて考える時間ができる。それで前田どこも、前田土木は車乗ってさ、あちこち話して、うちも当初来とったけどさ、どこどこのガードも使わないんだなって言うので、そんなって割るとこそこのガードまで付き合いしとけやで、もう来んなんごわって言うて来たったけどさ、弟はまだせやけど、それの方が、兄貴の方はいろんなところの調整、仕事を取った時の調整賃は前田どこ、兄貴の方はまあまあできるわ、弟はまるっきりできやん。なんでかって自分で動いてしもとんで、うん、自分で現場へできて、社長なんか職人なんかわからへん動きをしてしもとん。せけどそれでは組織を動かすというのは、そこはちょっと違うと思う。会社を真面目に誠実にしていくんと、うん、組織論というのはちょっと違うところにあると思う。せやで社長がそのところで自分はそこじゃないと、自分の器ちゅうんかな、自分は仕事を入札して、値段出して入札して取って、仕事の切り回して水道局って話して、これも社長はできるんさ、技量ちゅうんはそこじゃちゅうてさ、じゃあほんなら地元の交渉どうすんのって言った時に、社長がよくあんと番頭を雇といてやな、一人、まあ、営業部長でも何でもええわ、ほんならちょっと調整しておいって、で幅はこんだけやんでとかさ、今度の工事でこんだけ幅やんで、これで調整してこいって言うて、切り回しをするもんを置いといたら仕事はもっと楽に回るし、
そうでなければあかんと思う、組織は。前田と弟と兄貴はもう運転の差が出る。あの金はコツコツと弟儲けるかわからん、兄貴はスポンと抜けるかわからん、ちょっと付き合いするとこもどうなんかなと思ったのでさ、うん、せやけどそれなりにやっぱり交渉能力は兄貴の方が持っとる、うん、なんじゃあ俺そんな金額暗号だったらさ、ほんならこうするわとかさ。せやけど弟の方はめっちゃ細かいし、あ、そうですか。そんな話が全くできない。ほんで数字がわからん、いやいやそれしたらあかんやろあれっていうようなことさ、うん、金でもめっちゃごまかしたりとかな。一回金ごまかされてよ、うん、こんだけ余計取ったてにいろんな修繕も偉い中でさ、うん、役所もさ、うん、どかないんか仕事ってあったらやってくれよってさ、うん、その金額をごまかしたで、一言は文句言うたらへんだ、もうそれが一切喋ったらへんだけど、前あの前田の弟自身分かっとったんちゃう、うち気取る若い人に言うとったもん、てっちゃん怒っとらへんって言って、あんなもんあっかって言うとらへんだって言って、うん、せって言うてましたね、ってなんでやって言って、でよう覗きに来ないで、自分がケツこそばいでやんか暗号って、自分が金ごまかすでやないか暗号って、そこを回してもうちは悪ごまかしてんかんご持ってこいというようなことは一切言うたらへんに、分かるよな、社長にも言わんけども、うん、もう切ったるで。それで前田の弟は子供同士同級生やったんさ、うん、京南で、はいはいはい、ほんでやってましたよね、あるとこ野球で、うちはバスケットやけど応援来とってんわ、はい、うんうんうん、せいで、まあ、仲良くよしとってんにしとったつもりやに、うんうん、せやけど金のことを一回ちびったもんで、うん、もうそこから一切連絡しないし切ったったし、その代わりまあ IOH も時々入ってきとるけどな、入ったら話くんのかなと思っとんだけどさ、うん、そやけどあの他のもんに言うとったら、てっちゃん怒っとらへん、あんなもんかって言うとるやろとか言って、いや知らん、切れへんに言ったらそうとかさ、もうよう言ってこへんもん、あの弟があかんだな、介護ことめっちゃ汚いことをしたやっぱしね、あの僕やっぱしね、例えばあのこうやって生きてきてですね、やっぱしね、嘘を騙すとかごまかすって言うてもですね、実際どっかから聞こえてきたりどっかに見えてくるんで、もし用払わんのなら、あの今回本当は10万払わなあかんねやけども7万しか払わねやけど、どうにかこないでもないんやろかっていう話した方が後が楽ですよね。もう嘘を騙すと嘘が嘘を呼んでかなあかんもんで、僕はもうそういう形で、ね、そう、それで社長は真面目なわかんねえに、今もわかんねえに喋っとって、せやけど組織を動かして周りのこせたもん相手にしていくには、うん、やっぱり誰かを雇って汚れ役をしてるよとかな、厳しいと思うよ、うん、せやねんけど詰まるよ、やっぱしね、どっかでね、あの従業員さん、まあそういう役目だよって言うとりゃいいですけど、やっぱしね、ちょっとかわいそうかなっていうのが多少はあるんで、やっぱり、いやいや、そんな話するやつはそれするのがな、嫌と違う。いや、そうですか。いや違う、なんでダイエーなんかでも食わんだでもそんな仕事しとらへん。あ、そうなんですかね。結局そうやん、うん、一回ダイエーの若氏があのここの仕事しとるときにさ、うん、あかんっていうとこに入ってきてさ、うん、お前こらーって言ってダイエーの下請けやってんけどさ、うん、お前どこら入ったらかんとなんでやってんねんこらーって言ってさ、うん、であの下水も読んで全部読んでさ、割と納得して入れとんねんこらーって言ってさ、邪魔したんさ、あのパトロールの通り屋に、うんうんうん、もう住居って掘り出したの、埋めよこらーって言ったら、呼べって言ったら、ダイエーの仕事、ダイエー呼べこらーって言ったらさ、クワナすぐ来たわ、うん、それでごめんな、あんたとの仕事止めてってさ、お前でおこらーって言ってさ、仕事止めたってことはニット払うとんじゃん、これは時間給で会おうって言ってたらさ、うん、もうあのもうクワナが来たでさ、もうええわ、もうでもでもええわって言ったけどさ、クワナほんでもな、これもうあんたの若い人おったんさ、運転手がみな、でこのぐらいもう時間を遅までさしてしまって、うちが本当に間に合えで、これであの日当でも飯でもありしたって言ってな、3万円か5万円それらにほってたわ、うん、それ自分のポケットなんかどうか知らんに、それそのぐらいの幅を求めてどうか知らんけど、まあそれ収まるような話をしてた、ほんでまず何かあったらまた言うてできることはするしとかさ、あのちゃんと取ってくれたらあの自治会の協力もさせてもらうわとかさ、あのそういう根回しをするのが役割がちゃんと成り立っとるわ、よそは。それで今回の件でも社長が出てかんでもやな、社長が仕事を切りまして事務所に乗ってさ、なんか電話があって言ったら行ってくれって言って、お前と社長に言うとかなあかんじゃよって言ったらさ、いやもうこんなんでこういうふうにしとくわと、またあんたの方もゲットするわさとかさ、調整できるやつちゅうがおったらもっと楽やねん。ああ、かもしれませんね。で自分で呼ばれて行ったら自分で返事せんのやろ、まあ、すんのかせんのかって言うて、そうですね、まあですね、まあまあ、あの一応役職も取るんで、そう、せいでそれら誰か生かしたら、もう中入ってさ、社長にもこうやってするように言うたで、もうこっちにもうまいこと俺の枠で進んで、ちょっともうそこで辛抱症だってとかさ、ち、う、ゅ、ん、う話でできるんさ、せけど当人がするとなかなか難しいな。あ、まあ、第三者的にね、物が言い合いになってしまいます、ね、
社長のところはそこが厳しいと思うよ。みんなそれは水道もみんなおもとに誰か番頭を置くか、うん、それから自分が現場へ出会うとその切り回しをするんか、なんかさなきますよ。生徒真面目やでできへんって言ったら番頭置かなあかんって言って、せやないから無理っちゃうかって言って言うだったら、みんなそれは全部、これはもううちの意見やけど全員同じ意見に、せやないから厳しいんちゃうかなって。それかひょっとしたら社長とか余計金もおとんでこんな面倒くさい仕事したないわって、ひょっとしたら廃業するんちゃうかなって言って、まあゼロではないですわねってみんな言うとったけど、もうやりたないなって、もうやめとこうかって言うんちゃうって、どうやって何パーセントぐらいないあらへんかあるかわからんねえと。従業員さんもいるし、従業員さんの家族もあるんで、けどそれを言うなら社長、この答えは社長とかちょっと厳しい答えになってくと思うよ。そこへ役所はそこ行かざるを得んちゃうかなと思うんだけどさ、社長それ分かるよな、言うとる意味分かる。そんな三月から24ヶ月なんやろ。僕もどんな客か分かる。3ヶ月から24ヶ月、最短が3ヶ月、最長24ヶ月。それは審査会長がここであるんやけど、その審査会長は条件に応じてやけども、ここの技術屋の部長らがその総務がすんのかな、副市長らも決裁すんのかな、どうなのかちょっとわからんけどさ、審査会長があるんやけど、今のこの話のままでちょっと社長のこと厳しいと思うよ。噂話やもん。それで多分社長とか弁明書っていうのを出さなあかんと思うわ、ここの仕組みやに。多分そうやと思うけども、そんな声に言っててさ、社長とか弁明する機会はあると思う。うちがそんな余計なお世話やけどさ。いや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 、そんなことは社長もな、よう分かってここに来とんねんでさ。まあまあ最悪の場合はね。どうかしてもらえることはないですか。喋る社長、誰か聞いたか。言えないですけども、どうにか。いや社長、いや社長そこはな。いや分かったんですよ。もうあの全て今超えて1時間2時間ですね、話させてもらっとってですね、分かるんですけども、うちは不当な要求したとか罪になるようなことをしたとか、何にもないんやもん、ね、どうにか。社長もう それしてもあかん、それしてもあかんで社長、もう出るよ出るよ、そんな人と立ってくれ、もうとにかく話やめように、社長、せやけどうちにめっちゃプライド震えて言うとんねんに。いや、あの、何かしらですね、あの、考えさせていただくと、あの、知恵を考えると、その話がさ、今日どう、あ、なんか代替案があるなりさ、何なりなんかとは思っとったけどさ、せやけど社長の今日の話はさ、全部うちにみんなもう泣いとけってことやもん。そういう意味じゃないですけども、いや社長ちょっと、もう出るよ、本当に出るよ、本当に思います。いやせやけど社長、本当に分かっとったやろ、こうなんの。本当に今こうやってですね、あのお話を聞いてもろてですね、ね、もう聞いてくれやんって言ったら聞いてくれやんでですね、仕方なかったところの話もあるかと思うんですけども、いろいろ話をしてもうてですね、なんで社長と IO 長の仕事公共工事とったのよ、そのもんに言われて、まあ、そこも堂々巡りやけど、せやけどそれがまあ20年の付き合いがあるって言うたらさ、社長はそこを選択したんやでさ、そうやろ、
は向こうがさ、うん、大丈夫大丈夫そんなものどんなことになってもお前と従業員1年でも2年でも俺とかあのちゃんと使って面倒見たんでなケツ足持ったんで心配すんなってなんか話できるのかなってこと。社長はここへ来るまで多分甘いこと戻ったと思う。現実は周りみんな何とすんねんこんなまま行ったら厳しいのにしてみんなはやきもきしてうちへさ、うん、本当のこと言うと水道もさもう何とかさってもらえやんとかさ、うん、もう会わんでええねんかって謝りたいとかで謝る話だってしゃあないんかそんな謝ったでどうこうって話して別に謝れても言うてへんしやなっつってもうええわっつって言うてんけどいやもう話聞いたってくださいもう聞いたってくださいってもう最後あれ平井がなんかさボソボソそっちで言うとったけどさちゃんとまとめてよっていうのがもう出とったわなもう、うん、まあまあまあ、あのさ、はい、お金もさ社長言うたでそのなんか謎かけみたいにお金いると思われたか分からんけど、うん、うちはお父さんが死んだけど、うん、うちはお父さんに言われたのさもうな喉から手が出るようなお金でもさ取ったらあかん金と取ってもいい金があんねんじゃんって言って、うんうん、もう自分のな、うんうん、いやもう それでねあのどうのこうのはないんですけどもそういうつもりで言うことはないんですけども何かですねお詫びですねお詫びを言わんとですね追われるとも追われるというか誠意を示すがですね確かに今の、お断りかもしれないですけども誠意を何かしら示すとすればですね誠意の一つであるのはあるわけですやんかですんで誠意を示させていただけないかっていうことのお話でですねお金でどうのこうのじゃなくて誠意を見せるという意味でのお話をさせてもらうだけの話でですねお金がどうのんだか会長がこうやって俺れぼれどんな金が要求というようなことは僕は全然受け止めてないんでだけど何らかの形の誠意を見せようとするのにですねそういう形の誠意というのを見ていただけませんかという意味なんですよ。ここへ来るにおいてさ、はい、役所の話したらうちは 90% 本当腹決まっとったんさ、はい、まあええんちゃうって決まる通り行けって、はいはい、でもう 9割方もう1社でも100方でも同じやじょうって言うだったけど水道がもう9割決めたら残りの1割は猶予があるんなら話を聞いたってもらえませんもうって言うて、はい、何回も言うてきたんさ、はいはい、それでまあ一応来たんやけどさ、はいはい本当に勘違いしてくれたらあかんのは、まあ、もう本当に明日食う金も持ったなんていう、それでもないで、うん、いやそんなつもりでは僕言ってないです、言葉尻が悪いんで、あれですけども、誠意を示すのにの一つとして、ご提案させていただいただけの話でですね、言葉で言うとってもですね、形として、これまあ、僕は言いませんけども昔よくテレビでやっとって小指を詰めようとかっていうのはありましたやんかそれってもう反省しとんのは分からないけどもそれをけじめをつけるために誠意を見せるために小指を落とすっていう判断やと思うんですよですんでもう実際よう僕は落としませんけども何らかの形の誠意としてそういうお話で聞いていただけないかなというお話をさせてもらってですねこういうのも僕失礼な話なんですけどもあくまでも、それでどうのこうのっていうつもりは全然ないんですけども誠意として受け取っていただけるとんなん社長、はい、今日はさここで即答がちょっとしにくいわ、はい、一旦さ持って帰るわほんで、はい、
あのその誠意社長は誠意誠意中も分かるけど、はい、やっぱりうちはさプライドですね。プライド中もあんで、ね、そこのとこのバランスがいるでさ、そうですね、うん、そこもちょっといっぺん考えてみるけど、はい、あの俺が言うだったら止めたったんやとかってあのカスの頭の足らんやつらが言うとんのさもうなんか胸くそ悪いんさ。でもう社長こんだけ喋ったらちょっと理解しある程度理解してくれたと思うけど、うちはうちの信念がある、うん、いやそれもな、はい、で向こうみたいに何の目的もなしにただポーっとしてな生きとるだけの人間とは一緒にならんと思うんでさ返事してくれやんでよそこのところ、はいはいはい、返事してくれやんでよ、はいはい、うちの思いを言うとんねんさ、はいはいはい、誰もよ世間で相手にされてへんさ狭いとこからようでやん本当にいるのなかったでさ世間に出てきやんに役所なくなったら死んでくんちゃうストレス溜まって役所出入りできやんだからもうそんなもんなとは全然付き合い方が違うと思うときさ俺は世間で生きてこともどんどんさ、はいはいはい、それでいろんなもんと付き合いするよ本当にあの銀行のやつらも夜飲み食うかとか支店長とかさいっぱい飲み食ううちはまあ夜の店なんでさそういうたまたま場所があるけどそれでもよそに名古屋行こうか錦行こうかとかさ東京行こうかとかさでゴルフでもうちのゴルフのメンバーでもさ4組5組20人も25人もあったのさゴルフショーカーってのさみんな違う業種トラック協会の会長とかさトラック要するにみんな自分でそれぞれに仕事しとるもんそれでこれは世間で生きていきたいんさそれであんなカスのもんさ小さいとこで生きとるもんとさ向こうはどう思うとる同級生やでさやと思うで向こうはどう思うとるか知らんけどもうそんなもんとはレベルが違うと思うとんでさもうそれらにバカにされたらさもう死ぬわと思うとんのそれで自分では期限切っとんのいつまでもだらだらさ年いってからと思ってんのさぐるぐる言うととか言われるのも嫌いでこれ基本は60と思うとんのさそこまでに余地をきれいにしたろうと思ってさほんであの人はしてったわって言われたらええかなとは思ってる人もとんのさそれでうちあそこの子供らもみんなさうちの同級生のとこの子供らはみんなここへな臨時で行けとるわ行けとるやろ嫁さんも親子でセントアパレスに乗るんだけどなうちはさアホやけどさそんな同じようなことするつもりないで下の一番下のちびは南高中学校の教員しとんのさほんでその上の女の子はここの保育園やけど今総愛保育園高瀬やったさ一番初め、はい、あがんやねんかって変えてくれってさ総愛に変えてもらって上真ん中の女の子はさ保育士なんさほんで下のちびは南高中学校で中高を取らしたでさ中学校の保健体育で行っとんのさほんでバスケットの顧問を持っとんだけどさもうそこら辺も全然もう自分の子供に対する思いも違うとは思うとんでさで一番上のチビは中央運送とこの社長が友達やもんでさそこの社長がうちをいいって危険物取ったら面倒見たんでってローリー乗ってさ、はい、その社長が飯食って連れ歩いてとるけどさ俺で面倒見たるわ俺とこでってで面倒見てもうてさ、まあ、そこもゴルフ仲間ないけどさそれで幅広く自分なりに付き合いしてるつもりで俺でまあお金も言ったら言うけど もうそれなりにええこともいっぱいあるんでさ助けてもらえることもあるしさそれでうちの飲み会とか言うてもこの飲み会のこともなんか言うとるらしいけどうちのさうちここで部長部次長がさ南とこの懇親会をうちでしてくれんだけど、うん、部次長で30人やねんああはい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 ほとんどの部長次長30人くんのそれを年に4回南とこの懇親会をうちで作ってくれんだけど参加するんだけどさそれ以外も役所の飲み会って向こうから言うてくんのさ何時からいくらですってさ大体まあ来たら20人ずつぐらい来るんだけどさ、うん、みんな付き合いしとるよせやでここの部長らみんなうちで飲み来とるしさただせやけど利益協定ってあらへんしさ南とこの懇親会ってさうちこっからお金戻るのお金戻ることあれば自治会で受けてさパトロールしとるだけのことでさそれと風呂の管理これは誰かがせんなんでさ、うん、しとるだけでさせやであそこらへんとは一緒にもうとにかくな、はいもうカスやと思うとんでもうそれらにな俺が慕ったりってもう言うに決まっとんでさその社長の誠意も分かるしもう本当にな世の中さ社長、はい、車で人引いても夫婦別れしても答えは人しかないんさもう解決方法はもうそんなんしかないと思うもうそれも誠意やんか、うん、そうですね、うん、それはもう世の中の仕組みで言うとることは分かるんやけど、うん、ただやっぱりこれは社長とうちの話であってさ、うん、向こうには理解されやんよな見てみよう俺が言うたったら仕事の予定やんけとかさ
社長とうちがさ、あの、まあ、そこじゃなって言うてもさ、見てみ、結局要せへんでやろ、俺が止めたったで、もう 100% 言う。でも次の仕事の話は全然知らん話だと思いますんで、今度出る仕事のことはあっちは全然知らん話だと思いますんで、で取らへんの。いやだから出やんだらいいですよね。それ1000ならんやんか、来年はどうすんの。で来年、来年、今まで僕お世話になってましたね。それ結局一緒やんか、せいでさ、社長のとこが取らへんだら俺が言うとったらでも行かへんなったんやけど、言うだけの話やんか。そういうんですかね、言うに決まっとるやん。 100% 言う。そうです。 そんなんで勝った負けたがあるんですかね。向こうはせいでそう思うかな。向こうは言うとんねやろ。 言うんですかね。言うな。あ、いっぱい聞いとんね。大人の選択して言うたらへんだけど、ためといたらだけで、言うときは一発やと思うんで、それであるの周りにおるもんもな、何人かうちへみんな通やに、今日こんなんしてましたね、あんなんしてましたって、みんなうちに連絡してるに。こっちのこと向こうへ連絡するやつはおらんに、あほかこんなこと言ってましたね今日って、とにかく社長今日はまあ返事はできへんけどさ、一回持って帰るわ。それで分かってほしいのは、はい、社長、もうこれだけの話じゃないわ。はい、うん、そう、まあまあまあ、あの、いや本当に最初言うのも失礼やったんですけども、あの先のあの会長もいろいろね、交通事故あっても何やってもですね、誠意っていうものをですね、何かの形に変えるっていう形であればですね、それが一つの誠意の形だと思ったんで、ちょっと言わさせてもらっただけの話ですね。もう本当にくどいやけど、勘違いしてほしいんやけど、うちは別になお金で解決しようとかそんなことは、うん、そんな、いやいや、僕もだからそんなことは何にも思ってない、はいはい、いやそんなのが、あのそういうつもりでも僕は思ってないし、だけどまあ一番最初の話で、まあ、あんたが選択したんやろって言われればそれまでかもしれないですけども、こうやってお話しさせてもらって、あの、まあ、正直な話、僕の真意では、僕の気持ちでこうやっとるわけではないということだけは最低限今日お伝えはさせていただきたかったんで、何か理解はできるけど、はいはい、まあまあ、答えにはたどり着かんやん、まあ、それは。そうですね、そうですね。本当は社長が名前を教えてくれたら今からすぐ電話行ったんだけどな。もう一回言うてみよう、目の前です。きちっと教えてくれた。噂話では生きやんわ。そうですね。そうです。そうなんです。せやけどそんな話を噂話をうちが持ってきとんねんね、社長。そこはちょっと分かってくれなかったから。一方通過に、これは。これ残念やけどさ、これが終わったらな、本当にもう社長のこと嫌いとかそんな全くない、あの、はいはいはい、な、あのいとこも中入ってくれたんやけどさ、はい、それの顔もあるし嫌いじゃないけど、あのそれは付き合いになりたたに、これ社長は私俺の気持ちはないって言うとるけど、どっちとんのちゅう極論言ったら向こう取ったんやに、そうやろ。いや、いや、うちら何悪いことしそうな、地元のやつ、公共、しかも公共工事やに。
それは社長98とかさ、はいはい、落とし方がさ、はいはい、もうその落ちるはない自然とあれもおらんねでさ、そう、それはもうその時点でさ、いろんなことが思われるやろうっていうのはもう分かった気が、いや僕も分かっとるんですよ、分かっとるんですけども、分かっとるんですけども、じゃあうちが違うね、世間がやね、うん、いや世間も分かっとると思うんですけども、うん、それに対して僕何もないんですけど、うん、僕も何でも言うよと申し訳ないですけども、人の地域のことなんで、それをどうしようが、それ言いないよ、千代さんの名前をうちが言うたんで。僕は会長もそう言って言われてましたし、僕もそういう考えやもんで、いくら同業者でも人のエリアには自分に影響することであれば別やけど、人が人の話であれば人のことなんかちくりもせえへんし、いいもせえへんし、それが僕とこに影響するんであれば言うかもしれませんけど、影響せんかぎりは言う話はないんで、それが犯罪でもなければ言われる必要はないんで、仮に犯罪であっても警察っちゃうで、人が他人が言う必要ないですね、関係ないな、ね、ですので、その考えは僕会長ともっきり一緒なんで、地元とさ落札業者が話し合いしてことを進めて、2人がよんなちゃんちゃんって言うとるやつ、誰も何も言うことないよな。そうです、なそうです、不思議やな。そうですね、こんだけ話がほとんどに僕が踏ん切りをようつけやんがためにこういう形でご迷惑かけとるってわけですよね。一遍社長、まあ1日2日まで考えておいい、名前を挙げるのかどうするのか、風の噂だけでは通らんに。銭金はいいんやわ、俺が止めとったやろって、うなつわいこと嫌がんなったっけ。ね、これ残念やけどさ、社長とぶだけに負の部分を受けてくの。ですよね、そうですね、なんですね、うん、これただこのままいったら多分、まあ、あかんと思うわ、うん、着工することは難しいんかなと思う、うん、ほんだらその時にどうするんかな、助けてくれるの、助けてくれると思うんですね。それでもその人の義理だですんねろ、まあちゃんと考えておいい、そんなかこれ変わっとっても多分納得せんと思うよ。いやいや、でも自分もね、話はあんたの言うとる、僕反対の立場だったね、言うとることはよう分かる、だけど任侠の世界じゃないんですけども、当然理由だけ立てれば何でも話聞いてるよと、だけども理由が立たんもふんふんとは聞けへんやろっていうのは道理やと思うんですよ。それもよくわかるんですよ。一回考えり社長、本当にこのままやったら社長とか本当に負の部分誰もケツ持ってくれへんに。そうですね、誰もケツは持ってくれへん、持ってくれ、ただうちが別に工作するわけやない、うちはえなんでっちゅう話を問いかけるだけで社長のとこはそうなってしまう、ですよ、ね、うちが何も手かけるわけやないよ、なんでって風の噂でやめるの、なんでって言うとるだけでもう社長とかそうなってしまう、もうそれは話はさ
噂話ってやなんて、なんか一番初めてだけど、言葉飛んでこいへんけって、誰かから聞いとんねろって言って、誰か聞いたって言うてくれなあかんのちゃうのって言って、うん、誰かあかんって言うたんって、何の権利を持っ ってそれを聞けって言って、責任持ってもないほんで、そこにって言って、妨害やないからって、それが業者やったら特に妨害やないから。従業員になっとんのちゃうかな、こうは。金子と揉めとる時、金子は宇宙でいたもん。ホストから権利の給与明細取ってきましたわって。その時には渚のから給料出てたけど、あ、 それの給与明細も取ったらしいわ。ほんだらそれでここで賢治は金子の息子にパンパン詰められてる、お前誰も取んねえこれだよってめっちゃ詰められてさ、くっちゃくちゃ言われたやろ、あの二十歳ぐらいの20代の息子に。役所の中で、役所の中でみんなが賢治がかわいそうって、松下会長かわいそうなぐらい言われてましたね、とっと。お前誰も取んねえこれだよって言って、うん、3階ここでもうそれから賢治後編になってんか。それは何でかと言うたら、渚の、給与明細検事が持っとったんさ、はいはい、で従業員ちょこちょこな給与明細で、うん、所得証明かなんかのやつを取ったらしいわ。今度はそれをポストから持ってきてんの、はい、でまあ金子が言うにはこれ話やに、うちの人事知らんけど、うん、山口登に金を貸したんでってさ、うん、事務所まで行ったんやの、家から事務所まで。今度は検事の給与明細が出てきたと、はい、ほんでお前給与明細出てるってことは従業員やで、山口登どこ行っとるか知っとるか言わんかっ って言って詰められたんですよ、ここで。俺関係ないね、関係ないことないねんか、これって言って、お前給料も取れねんかって言ったら、検事はまたそこで、それどこから持ってきて、盗ってやないかって言うてこい、これって言って、盗っとでも何でも言うてこいって言って、言うて、詰められて、で従業員やったんさ、まあ、それはもう明確になったんやけども、けど、その、今回さ、うん、そこがなくなってから前田どこ面倒見ておったけど、今、多分公和から給料出てるはずなんさ。公共工事のところ、そんなこと言うたら、これはもう妨害になるんさな、もしそうや、その人やったらな、うん、それで明るくすんのやったら、したったらええんちゃうかなと思ったけどな、公共工事の妨害、民間が言うとにとっても違うし、地元が言うと、うちがやね、自治会でもそんなもん、お前とこの工事あかんわ、あんなもう危ないとかさ、これはあるけど、他の地域で、しかも登録業者であそこと言うたら妨害以外の何でもないんちゃうかな。これも一応下調べはしたつもりでおんねんけど、まあ、妨害道の方じゃなくてもあの大人なんで、いやそれ妨害じゃないっちゅうなら、いやいや、じゃあそれが妨害じゃないっちゅうなら社長の判断でしたってことになる。いやいや、そういう意味じゃなくて、あのそういう形で皆さんが地域であるわけですよ。で地域でお互いのことはお互いでしようなっていう話しとるわけじゃないですか。でルール違反を犯してるだけやん。うち直接お前とかあかんやんか、お前なんか酒蔵でエゴソンちゃんかでうち言うてきたらええんちゃうの、彼に文句があんねやったら。本当はね、言うてきたらええんか、よう言うてくるかな、生まれ変わってもよう言うてくるわ。社長片っぽの話ばっかり聞いとるけど、聞いとる今まで向こうの話しかな、ほとんどうちとはこんな長く話したことがなかったです。まあまあまあね、はいはいはい、せやけど周りのもんみんな分かっとるよ、うちへよう言いに来るか今回。え、あの人らが、うん、田中さんの方によう言いに来るんかっていう話ですか。言いに来とったら僕とこに言いに来てないんでしょうね。なんで陰で捜査するの、言いに来たらええんちゃうの、うちへ。いや、僕も本当はそれの方がよっぽどね、僕こそ それが願う話ですよね。もしそれ言いに来んねえで、それで社長のとこに行って社長が名前言うとうちのことを言ってましたよって言われて言うて言うたら言いに行くっちゅうんやん、それで。あの誰であれですね、あのそれは多分役者さんも望んでないやろし。
これもうキリがない、もう堂々巡りやな。そうですね、うん、あのすいませんでした、長い間、あの長い間っていうのは今日の長い間っていうんで、今まで長い間ありがとうございましたっていう意味ではないんですけど、また連絡します。よろしいですか。もちろんでも何回もないで、もうこれ最後、次連絡くれても話は聞くけど、もうそれ最後になると思うけどな。あのな、社長、本当にな、うん、まあ、社長とか難しい、やりにくいのは、うちが本当にお金だけ欲しいって言うんやったら、もうこれとこれって、じゃあ、はい、それなら、すぐにできる話だと思う。だからうちはそこじゃないもんでさ、そうやな、中華道理が違うと思ったので、よその地域のことを、なんでよそのものに言われてやめやなあかんのかなって、納得ができやん。いや僕もなんでよその地区のことをよそのから言われなあかんのかっていうのは、うん、僕も納得ができるんです。ただそれは社長、うちとは違うわ。それは社長聞いてしもとるもん、そこの時で。いやあんた関係ないかなってよそのことって言ってさ、こんなこれをがまかり通ったら、社長はもうこのままもう栄養にみんな扱われて、吉谷にどこで引退されるんか、どうなんか、酒蔵水道か、あと息子がすんのか誰がすんのかとか知らんけどさ、何でも初めが肝心やに、普通に回ったらそのままに。愛はないんだけどな。